大阪まで歩いて行けんのかな、そもそも。白って白ビシャツ？こんなのなの？いけるか？600キロぐらいあるぞ、多分。国道1号ずっとまっすぐだよね。国道1号ずっとまっすぐ行けるんだよね。あれじゃなくて歩きなんじゃないの？歩きとチャリどっちか見たいって言ったら歩きでしょ？まあ1ヶ月くらい歩きゃいけんじゃないの？だってブログ読んだら昔の人ってなんだっけ15日くらいで行った、半月くらいで行ったらしいよ。すごい、東京大阪間いくらどれくらいかかったの？橋本君やったの？すげえな。22時でできたの？すごっ。箱根が持ってるチャリ。箱根？すげえな。国道1号ってさ、神奈川の方向かえばいいんだよね。いや。ヒッチハイクは断った。103時間じゃいけないよね。あ、それ多分時速5キロでさ、ノンストップとかそういう計算でしょ？無理でしょ。時速5キロで多分20キロあたりから足ぶっ壊れる計算の、多分時速3キロぐらいで行かないと無理だと思う。いや、全然歩くよ。そうだね。お部屋をサクったら。あとから雨か。そっかそっか。残念だったね。ごめんね。国道1号でストレート488キロ、じゃあ時速5キロ計算ぐらいか。今日大阪暑いんだ。ちょこちょこパス。はい、ごいてさん、ありがとうございます。面倒の企画は抑えられなかった。ダメになったね。人がいないとこもまあ歩くよ。おはよう、アルタン。おはよう。もう酒の様だつう。今ここなんか使わないの？
うん。いや、企画ね、うん。とりあえず歩きながら考えるわ。こよじ、おはよう。バッテリーなくなっちゃう。し、電波が弱いから。LTE 回線だと、もう放送だけでいっぱい制限使っちゃうから。眉毛なし似合う？似合う？眉毛なしが似合うってあんま聞いたことないよ。似合う？おはよう、お母ちゃん。おはよう。うん、無理になっちゃったんだよね、なんか。うん。まあ、しょうがないでしょ。もどくさん、どうもです。また来てください。昨日超嬉しかったです、本当に。ありがとうございます。おい、先にしょ、また2。顔怖い。顔怖い。うん。おお、ぶどうと先輩おはよう。あと、風船ありがとう。うん、あー、違う違う。仮押さえはされてないよ。うん。あー、いいよいいよ。気にしてないよ、全然。全然いいよ、サクトラ。ワドウじゃなくてマロウっつって。のんちゃん、ん、これ甘いの食べれる？これ食べて。持って帰っていい？あ、うん、そうだね。冷蔵庫入れて持って帰ってきた。これ美味しいから。うん、後でじゃあ食べる。うん、食べて後で。ラブホーじゃなくて満喫だね、毎回俺の旅は。例えばさ、ここの家賃6万でしょ。で、満喫だと2500円だから、それでも7万5000円飛ぶかんね。で、そんなお前テント泊まれよって言われても充電できないと無理なのよ。充電しないとさ、配信つけなかったら不正だってなるから。だからまあ満喫だね。ビデオ個室か。1週間に1回ぐらいホテル泊まりたいね。あとはまあリスナーさんのお家に泊めてもらう。充電しないとダメだもん。そうなんだよ、箱ダメになっちゃったんだよね。シャカのんちゃんに、のんちゃんにお願いする。いや、眉毛もヒゲも欲しいよ。でも多分歌舞伎役所とかだったら目型できるってわかるでしょ、言ってた意味。多分さ、歌舞伎顔でさ、白く塗ってさ、化粧濃くしてやったら目型の顔できるでしょ、わかるでしょ。だから子供の頃とか、ね、歌舞伎役者みたいな顔だねって言われてたもん。ヤックリン、ハートありがとう。ヒゲ面？そう。もうヒゲが慣れてるからね、ラスプーチン。すげえ、今の方が違和感あるよ。経歴的に絡みづらい。あ、全然普通に絡んでくれるよ。過去何やったとかリーさん知ってるもん、みんな。俺がねえ、だって前科3犯の知ってる人手挙げて多分みんな知ってると思うよ。知ってて絡んでるよ。全然隠してないし。俺が前科3犯の知ってる人手
手挙げて。男前かな、あんまり自分の顔好きじゃないんだけど。みんな知ってるっしょ。最低でも20万。あ、見ずにはそんな取るんだ。知ってるっしょ。うん。あ、知らない人いるんだ。多分みんな知ってると思うよ。あんまり気にしてない、そこは。うん、準備しなきゃね。あ、知らないんだ、いおり。あとの前科には、傷害と、柔道法違反。うん。6班じゃないよ、3班、3班。銃刀法違反と、なんだっけ。銃刀法違反と、強盗じゃなくて、なんだっけ。恐喝じゃなくて、傷害か。かっこいい、言い張った。傷害は、傷害です。腰低いな。刑務所生活はない。執行猶予だったから。うん、障害は障害だな。とりあえず川崎目指すか。なるべくね、犯罪はパクられたくない。あの刑務所の中とか、あの行きたくないっていうのが本音かな。うん、詐欺、銃刀法、傷害ってすごいよね。極悪だよね。おはようマチルダ。おはよう。極悪だよね。詐欺、銃刀法、障害って。ねえ、おはよう。なんかバレてるしね、隠してもしょうがないよ、配信者。あー、いや刑務所ね、あの風呂に入れる。あ、俺留置所しかわかんないけど、風呂に入るのね、1週間に2回だからね、臭くなるんだよね。あんまり汗かかないけど。おはよう若造。極悪でしょ。昔は極悪人だったのか。あんま変わんない、変わってないと思うから、どうなんだろうね。あんまり別に昔と変わってる気はしないけど。よいしょ。ああ、寝足りねえな。眠いね、のんちゃん。眠い。眠いね。今日でも天気良くなりそうだよね。茶釜さん、3番でも塀の中に入らないで済むんだ。うん。名前を変更しました。アットマーク、リコサキさんじゃ今も、悪党やん。ラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、そのパンツ汗かいたら目立つやつ。猫屋さん怖いけど、いろんな眉毛描いて遊べるね。すべだろ、アットマークふわちさん、夜のゴールを横浜、小田原、箱根と都市にしていけば寝る場所や充電に困らないと思う。そうだね。とりあえず、横浜まで行けないんだよ。まさめぐらさん、金映えは4番ぐらいかな。一日ね。そんな人誰も家に泊めたくないでしょ。一日ね、20キロのペースで行こうと思ってる。一日20キロ。
で今日神奈川行こうかな。神奈川のなんだっけ、川崎行こうと思ってる。おはよう。川崎行こうぜ。川崎20キロペースで行こう。で神に愛されたリスナーさん、1日20キロか。うん、まあそれだったら無理はないし、あの1日20キロだね。ヒゲと眉毛がない。ヒゲと眉毛が。 PPA トランプいらっしゃい。人さんヒゲがやはり清潔感あります。いや俺ヒゲ好きなんだよね。ヘルデさん、きっと10キロは痩せる。10キロ痩せるかな。あーでもね、前回大阪まで行った時痩せたもんな。トークイベントの方、トークイベントの方ね、まあ箱押さえるのと日付はやり直しだよね。あー晴れてる晴れてる。目を届ける人さん5時、ヒゲがないと清潔感ある。そうカツッとラストのある笑顔、旅団角のある笑顔さん、大阪まで20日くらい。いや1ヶ月だね。痩せるかもよ。1ヶ月かかるね。ルークさん、体重は勝ってから行こう。体重計ないんだよね。時短つく頃にはヒゲ復活。あ、つく頃には眉毛も生えてくるか。赤木さん、昔は15日で行った、100な4日で行ったんだぞ。すげえな。名前を変更しました。アットマーク、リコサキさん、今日はサマソニ東京に行ってきます。あ、今日サマソニなんだ。元気さん、動きやすい格好で旅行かないんですか。ピオリンさん、若い。マサメグラさん、その眉毛は人から施し受けるにはマイナスポイントだな。そうだな。インちゃんさん、足にテーピングできませんか。足のテーピングはもうどうせビッグ引くから鍛えるよ。川崎洋平くんがお遍路やった時、足ムキムキになったからね。見せてもらったけど、硬い三頭筋が割れてたもん。予算絆創膏持っていけ。絆創膏じゃ無理。もう前回潰れた豆がさ固まっちゃって割れて血が出てんの。血まめになってる。チェルデさん、つくまでひげ切らないスタイル。まあひげ剃らないよね。剃れないよね。茶釜さんにや突人数っていつから。いや突人数いつからだろう。企画を始めてからだね。痛いよ。あれネックレスどこだ。ヨダンドラネコブさん出発。ヒゲなしいいね。サムズアップ。おお、あや、おはよう。の頃にはヒゲもじゃらだな。資産キズパワーパッドがおすすめ。キズパワーパッド買うわ。みんな言うよね、キズパワーパッド。あやも言ってたし。最終ゴールどこなの。大阪か。人望を築け。大阪だね。大阪。ルークさん、タオルくらい持ってけ。タオルか。ハンドタオルで大丈夫だよね。 PPAP トランプ3パイセンみたいなリタイアもありだよ。え、パイセン歩きの企画やったの。トム専用ガンタンクさん、もう2時間遅刻だぞ。どうしよっかな。ラスプーチンさん、最終ゴールは佐野奥土器落とした瞬間。名前を変更しました。アットマーク、リコサキさん、ハイスタにいそう。武道党先輩、英雄爺さん、今ここ。まあ、ここつけないね。B さん、スタート場所は。この家。中目グラさん、八月中に着くかな。テクさん、初日でリアイアしました。資産今は、出巡業法だから。出巡業法。カツッとラツノのある笑顔、旅団角のある笑顔さん、そのアクセ、暑そう、恐怖で叫ぶ顔。暑いね。赤木さん、佐野富水にゃん。香川、桃奈々と美味しいのがいっぱいいるぞ。関西結構大手いるよね。猫や関西も違う意味で目立つ。サバさん、今ここをつけないイコール疲れたら車でワープします。 B さん、買って何県。ん、家、新宿。
俺不正しないよ、全然旅配信まで。だから不正っつっても別に旅する歩くだけで不正もクソもないじゃん。企画じゃねえんだから、別に普通に歩いてきゃいいんだろ。マリオさんもう我慢できないから言う。イベントは俺もやってますが、たとえ出演者が決定してなくも箱予約、出演者決める手順番は鉄則。まだ前だから余裕だけど、これが2ヶ月前とか1ヶ月なら大変なことになるからは。うん、大壁さんおはよう。さんすごい色白になったな。 W 俺もともと色白だよ。やすこさん最後は香川くんの飲み屋で店長。 B さん東京から大阪まで歩くって、うん、そうなんだよ。 B さんあ、リーさん昨日の流れ知らないのか。そういうことか。すごいな。そうだ、爪切り持ってかないと。前回それで苦労したんだ。グラさん、橋本くんで何日かかったんだっけ。 22? 安彦さん、あのイベントの日付は。リュウさん初見です。和道さん、ひげない方が似合いますよ。いやー、ひげ好きなんだよね。徳田のぞみの謎の X さん、和道はひげなしの方がいいわ。ひげは不潔。ひげ好きなんだよ。 B さん、横山みどりの地獄の48時間ウォーキングよりすごい。トム専用ガンタンクさん、のんきにタバコ吸ってる場合かよ。森との約束は何だったんだよ。ひーちゃんさん、まぶたにピアスしてるの。まぶた、まぶたにピアスしてない。特ゲビさん、ゆいがに断りの電話入れたのか。まさめぐらさん、じゃあゴールは9月か。そうだね、9月の後半じゃん。安彦さん、ひげあった方が日焼けなどがしづらい。眠いな、しかし。ヒヨリンさん、サメちゃんが起きないうちに出た方がいいよ。 B さん、新宿で家賃6万はないでしょ。安彦さん、肌荒れしないし。家賃6万だよ。鼻の下だけヒゲ伸ばしたらいかがですか。鼻の下はどちらかというと剃ることが多い。顎だけ欲しい。ヒゲがあった方が似合うわよね。俺は顎ひげが好きなんだよね。スターミックさん、和道さん、こんにちは。おはよう。予算割とありだね。眉毛なし、ヒゲなし。あれじゃ、髪の毛赤いからな。なんとかなってんだ。ミスタービッグさん、和道さんは投資関係とかはやらないんですか。やってないですね、株も FX も。ラストのある笑顔、旅団角のある笑顔さん、鮫島は起きてるよ。 BKK、TTT さん、どうしてロフトダメになったの。ひーちゃんさん、鼻毛伸ばして三つ編みすると可愛いよ。 B さん、株やろう。神に愛されたリスナーさん、行く前にサメ島さんと連絡してほしいね。矢野ラッキーさん、イベント日程変更。日程変更だね。ツイッターに書いてある通りですね、うん、カトバンさん、あれすっぴん、すっぴんすっぴん。ミスタービッグさん、和道さんは投資のセンスはありそうだけどね。どうなんだろうね。やったこと、いや、一回だけ株やったことあるけど、元でいくらだって30万ぐらいでやったけど、飽きちゃったよね。ゴールデンアットマークキャッスル、万事さん、おはよう。あれ、旅はまだ。 B さん、お金欲しいなら株が一番。へえ、株ってそんな儲かんだ。やってみようかな。よいしょ、準備しよう。
丸丸さんおはようです。どうしたんですか、眉毛。ミスタービッグさん、株はお金がいるけど精神的に楽やわ。どれさんもう行く気ないならやめちゃえば。2時間遅刻してる時点で。また変な格好で寝るぞ、痛くなるよ。ああ、うん、やめな、それ。のんちゃん、サメちゃんとの約束のっけから破ってる。よいしょ。ミツさんまだ出発してなかったんだ。よいしょ。ミスタービッグさん、和道さんはいつ福岡に来るんですか。福岡わかんない。アットマークふわちさん、うなちゃんマンのところで連日座り込み予定。 D さん2000万回してるけど毎年150万くらい儲かってる。へえ。徳名望みの謎の X さん、鮫島見てるから早くした方がいいぞ。利率何パーか。観葉植物さん、今何時。 DDGATGET さん、先は長い、慌てて戻るよりはマシ。芯が張り倒すぞって。まるまるさん、メガネなしですね。メガネかけたら寝起き。まるまるおはよう。予算一回すべて皿にして旅だけ頑張れば。まるまるさんおはようです。アスタリック、ミスターリップさん、まだ暑いのに9月から再開すればいいのに。サツッとラツノのある笑顔、リョダンスノのある笑顔さん、若返った。 DDGATGET さん、準備は時間かけた方がいい。カオシャンアットマーク、心組コアラさんはドツ。はい、はドツ。プレゼントしました。おためありがとね。観葉植物さん、俺は時間にルーズだぜっていう大物演歌歌手スタイルなんなの。スープさん、今から準備してる時点で達し。カオシャンアットマーク、心組コアラさんはゾウさんのイメージが。矢野ラッキーさん、和道さん、ツイッターフォローしました。おー、ありがとう、ツイッターフォロー、ありがとう。 B さん、今後は絶対真面目に生きてください。1000円拾っても届けなきゃダメ。フォローありがとう。サンキュー。サツッとラツノのある笑顔、リョダンツノのある笑顔さん、水分はしっかりね。はいよ。矢野ラッキーさん、鍵かけてるから確認お願いします。すみません、泣き顔したカーブ矢印、したカーブ矢印。鍵かけてたら俺はツイッターフォローされても絡めない。あの、矢野ラッキーさん鍵かけてたら矢野ラッキーさんのコメントとかツイートとか見れない。新幹線乗らないの。
GET さん、江戸時代は普通に歩いていた。東海道53積み旅気をつけてね。はいよー。何 ?1 号線が東海道53積みの ?1 号線で合ってる?ずっとまっすぐで。東海道53積みって1号線なのかな?ステッカーは持ちましたか？もちろん。ステッカー売らないと。セキュリとかテーピングとか小さいハサミとか持ってくやで。そうなんだよね。1ヶ月かな。スタービッグさん旅に出ると彼女さんは寂しいって言わないですか？言うよ。ケンキさんまずどこ向かうんですか？寂しいよね、のんちゃんね。さんマジで歩くの。寂しいに決まってるじゃん。カズミチさんのことをツイートしてるけど大丈夫？なんてツイートしてんの？観葉植物さん絶対1ヶ月じゃ無理。ツイートの内容教えて。バンドエイドとかそういうのちゃんと装備したか？してないね。韓国横山さんなんで時間守らないやつに平米打つんだ。だからこいつがダメになるんだぞ。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔。第1号線沿いに来たら多分大阪は治安悪いとこから入るから気をつけて。はいよー。マサジロー、R21 さん、ちょっと見ない間に太りましたね。あれ？あ、大丈夫、よかった。B さん、洗濯しないと臭くなる。臭くなるよ、臭いよ。神に愛されたリスナーさん、準備はしっかりしてもいいが、鮫島さんにはB入れておきたいところ。元気さんはどこ向かうんですか？大阪かな。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、カバンの臭い匂い取れたの？いや、取れてないよ。臭いよ。のんちゃんさん、携帯と。一二三モチベーション低いな。トム専用ガンタンクさん、鮫島が電話してこいだとよ。マナ君さんは、父さん気をつけてね。BBGATGET さん、基本的には国道1号線イコール東海道だそうです。なんか箱根が険しいらしいから、箱根らへんは15キロぐらいで行こうと思う。ああ、1号線東海道なんだ。ある笑顔、旅団角のある笑顔さん、ファブリーズまず買いましょう。青さん、おはようございます。おはよう。Bさん、ジャージで行かないと汗で臭くなる。風船ありがとうね。いい。ジャージ持ってないもんな。ヤノラッキーさん、気をつけてくださいね。うん、気をつけるよ。観葉植物さんは、もう甘えたこと言ってる。侵入禁止さん、奥で毎日寝てばかりのおばさんに大掃除でもさせとけば。グレードさん、8月の箱根を歩くとは。あれどこだろう。 B さん、箱根にネットカフェないぞ。あ、いいや。いっちゃんさん、頑張れよ。頑張るよ、いっちゃん。おはよう。徳蛇さんも10時なんだけど。めーぺぺー。バーガーマンさん、自転車。ゴールデンアットマークキャッスル、マンジさんはどうならできる。頑張れよ。おい。トム専用ガンタンクさん、鮫島が電話してこいだとよ。侵入禁止さん、旅してもう配信はしなくていいから。兄さん、お金があればすべて解決。T シャツ何枚持ってこうかな。 T シャツ何枚ぐらい必要かな。
インちゃんさん長旅だからジャージシューズ用意してからでも。梅干しさんまだいたの。T シャツ3枚ぐらいでいいかな。買うか。新しいの買おう。サツッとラツノのある笑顔、リョダンツノのある笑顔さん買うなら5枚くらいあれば。うん、後で買おう。コメ兄さんへ、昨日準備したんじゃないの。爪切り。B さん高性能なランニングシューズ買え。いや、オールスターで行くわ。神に愛されたリスナーさん、ナイキのやつは、ナイキのやつは臭い。前回ので、前回の歩きでクサクサだから無理。臭いなんてもんじゃないもん、あれ。赤木さん、用事があるじは新幹線で行ったら戻るんだろう。そうだよ。山田君、3バッグ重そうですね。バッグ20キロだね。たられば息子さんコンバースで行くとかバカかよ。コンバース、足に負担かかっかんな。爪切りどこだ。Bさん、今から出たら夕方箱根。爪切りは棚に入れたんだ。行こうか。グレードさん、その荷物で箱根を渡るとは。マナ君さんに 10kg は重いです。あ、パソコン持ってくからね。サツッとラツノのある笑顔、リョダンツノのある笑顔さん、ドンキモーテで買おう。観葉植物さん、箱根は走って。マユ、三新幹線で行った方がいいよ。進入禁止さん、どうせいつものようにすぐやめるんだろ。くんさん、8時に行く気なかったのね。ゆうさんはドツです。バッテリー充電完了した。矢野ラッキーさん、新幹線で行ってもいいかと。禁止さん、朝になって準備したりとか、こいつ何なの。ちにさん、行きたくないんだよ、察してやれ。サクッとラツノのある笑顔、リョダンツノのある笑顔さん、新幹線で行ったら楽しくはない。マチルダさん、新幹線で300人に会えるのかな。わら B さん、ムーンライトながらに乗ろう。赤ブルブルさん、鮫島の電話待ち。頭にタオル巻いた方がいいぞ。眉毛なしでは汗が目に入る。ハイサイさん、鮫島参加しないらしいよ。え、参加しないの。あ、じゃあ行くのやめるわ。はい、終了です。行くのやめます。侵入禁止さん、最近みんな離れていったから何か話題作りたいわけだ。行くのやめます。さん、サンジャージシューズ、帽子。参加しないの。じゃあやめるわ。トム専用ガンタンクさん、鮫島が電話してこいだとよ。〇〇さんへ、ユーさん、イベントの件把握した。移動中に内容を話してくれたら嬉しい。
サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、エッパラグレードさん、中止です。エモラッキーさん、あれあさん、くだらな、テルマスさん、本人に確認取ってからにしろや、赤ブルブルさん、はい、出ました、わら、観葉植物さん、小学生かよ、そういうとこだよ。 B さんは、ふみさん、旅嫌いな旅団団長、フープさん、サメ枠やれ、サークさんはどうって、ほんとアイテム上がらねえな、わら、マチルダさん、鳩よりも本人から聞いてから決めましょうよ。まちょちょ、スマイリーイルカさん、やっぱり最低な男だな。ヘアイルカさん、ツルさんに、なんで自分で聞かないんですか。ドリンマスクさん、電話深夜、インサンソや人望もなくなるわ。ケンキさんが聞かよう、セナタカちゃんさん、どうせ行かないんだろ。神に愛されたリスナーさん、早くも炎上。アサンカオ W、 侵入禁止さん、オフでボケーとしてるメンヘラおばさんに何か手伝わせたら、サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、やめるん、早くて笑った。スミさん、マルチと詐欺あるくらいだからな。トム専用ガンチャンプさん、サメ島が電話してこいだとよ、何回も言わせんな。セナタカちゃんさん、時間が経つのを待ってるだけ。コウちゃんさん、おい、お前何しとんや、さっさと旅始めろや。と塗ってイケイケだよな W。 ふみさん、もう10時だけど、クソトロいな。赤ブルブルさん、もう企画もしないんだよ。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、ヒゲと眉すった意味わら。B さん、旅も企画も不成立。いや、俺ブロックするよ、全然。コウちゃんさん、どんな理由があろうが、この時間になぜ家にいるなめとんか。全然ブロックするよ。禁止さん、旅は頑張ってください。そして永遠に配信しないでください。イオリンさん、行かないの。トラさん、おはよう、イベント中止、おはようございます。赤ブルブルさん、どれの言ったことが正解でしたか。どれかな、ドレさん、なんて言ってたの。観葉植物さん、おはようございます。おはようございます。ふみさん、人の枠の米覗き込んでブロックするよ。サバさん、サメ島は参加しないなんて言ってないだろ。矢野ラッキーさん、はじめまして、どういうこと。徳名のぞみの謎の X さん、和道早く行けよ、サメ島と約束したんだから、サメ島の顔潰すなよ。こうちゃんさん、お前今日旅に出なかったら今度は坊主だ。元気さん、人のことばっか気にしてねえで、行く気あんなら行けよ。トム専用ガンタンクさん、何事も中途半端。チェルデさん、和道ならやるよ、黙って見てろ。アサン、アイテムゴミみたいなやつばっかり W。 赤ブルブルさん、どれに聞いてください。今朝の配信で話してたから。こうちゃんさん、腰抜けゲス野郎、またリスナーを騙すのか。ブルドッグさん、花火投げる価値なし。侵入禁止さん、多分2コンマ3日中にやめるだろ。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、閲覧。トラさん、米少し荒れてるなぁ。
矢野ラッキー3個目が荒れてきたね。少し元気さんつまんねえ配信。侵入禁止さん、こんなクズに風船もやる必要なし。今日さ、あの川崎で泊まるわ。おーちゃんさん、今度は坊主だな。今日川崎行く。新宿から川崎。あなたが一生懸命やれば伝わるって配信で言ってくれてたよ。チャンスだって。ロータスさん、和道頑張れ。 B さん、こんなことしてたら誰も企画に絡んでくれなくなるよ。コブラさん、旅企画で花火支援詐欺してまたかよ。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、荒れてる方が楽しいけど。サクッとラツノのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、トリマ行くのね。神に愛されたリスナーさん、川崎まで何キロだ。20キロだね、ちょうど。PAP トランプさん、この米パイセンなら全部 NG わらわら。暗黒横山さん、時間守れないやつがプロ配信者笑わせるな、引退しろ。山田太郎さん、いつからこんな嫌われキャラになったんだ。観葉植物さん、川崎まで何キロよ。ペルマスさん、2時間過ぎてますよ。20キロだね。早く出ましょう。セナタカちゃんさん、ちょうどいいんじゃない。ちょうどいいよね。うんどこさん、幾度とリスナーは裏切られてきたのに、和道ならやるよとはもう誰も思ってないよ。むしろ和道だからやらないよと思われても仕方ない。エイプーさん、荒れたるわ、バラバラ。侵入禁止さん、川崎まで JR で行って、空いた時間はパチスロですか。あ、それいいね。これから旅するのか、気をつけてね。はいはい、マイアミさん、ありがとう。アサンサメって何者なの。職歴なしの歯抜けだぞ。 W コブラさん、バカ草。イオリンさん、川崎まで行ける。鶴根さん、早く。こうちゃんさん、こいつにアイテムなど必要ないリスナーから金を騙し取ってスロットしとった。観葉植物さん、高尾の半分か。予算でもやるんだよ。侵入禁止さん、途中で誰の車で移動するの。リスナーさんの車をお願いできたらしたいよね。うん、リスナーさん車出してくれるんだったら車で移動したよね。あ、でもそうするとさ、あのリアトツがカウントできないのか。歩いた方がいいんだよね。川崎、時間が余裕あれば横浜までが良いかと。横浜までどれくらいなんだろう。森沙さん、うなちゃんを拉致ってイベント会場へ。こうちゃんさん、所詮口だけのポンコツ野郎。アサンカズミチって顎なしのウツボみたいな顔してるな。 W、 うん、鶴根さん、クズだな。ゴールデンアットマークキャッスル、マンジサンチャリ旅は。ペルマスさん、今ここつければ問題ないですよ。セナタカちゃんさん、サメ島は車でもいいと言ってたよ。うん、鶴根さん、ヒゲないと気持ち悪い。サクッとラストのある笑顔、リアトツ300しないとね。リアトツ300しないと。サバさん、なんで車使う前提なんだよ。B さん、車乗せたらなんか取られそう。ずんどこさん、一つでも達成してから言ってほしいよね。でも、やらないんだよ。でも、口だけなんだよ。でも逃げるんだよ。って今まで来たんだし。さあ、アークさん、顎の肉めっちゃついたな、わら。侵入禁止さん、どうせ JR の車で移動だからどこまで行けますね。アサン・カズミチの弟見たけどかっこいいよな。カズさん、主要な駅で待っていればリアと作るのでは。ペさん、右足と左足を交互に出すだけ。エイプーさん、ちょっとサメちゃんに似てるね。モリサさん、新幹線に乗って2個お弁当食べよう。かゆっ。丸々さん、気をつけて行ってください。気をつけるよ。セナタカちゃんさん、川崎、横浜も通天系くらい。ハイサイさん、カズミチてひげないと口元ゆるゆるだね。うん、ゴールデンアットマークキャッスル、マンジさんに後つ考えたらチャリ旅がまだマシかも。歩きはきついしな。歩ききついよね。コブラさん、切れた状態がはどの本性だからな。アサンカラスのネックレスつけないの。鳥のネックレスはいいや。あれはマイククリップだから。リュウさん、川崎、横浜が 16km、 川崎到着の時間見て判断してみて。あー、無理だな。川崎で終わりだな、今日。ゲーセンあるけど行ってみたいな。今日の天気いいよね。川崎でリアトツだな。そうだね。ラッキーさん、今日は天気で良かった。森沙さん、朝ごはん食べないの。サクッとラストのある笑顔、旅団ツノのある笑顔さん、コメントはや。たられば息子さん、読み上げが和道っていうの受けるわら。赤木さん、川崎だったら夜電車で帰って、朝川崎まで電車で行ってスタートできる。行くよ、のんちゃん。
鶴根さん、いいから早く出発しろよ、どんくさいな。おいで。中。うん。しょげてる。頼んだよ。あんまりへこまないでよ。のんちゃん。うん。うん。サクッとラツノのある笑顔、リョダンツノのある笑顔さん、鮫島関係なく楽しく行こう。そうね。電話するかさ。あ、あ。島さん、はい、もしもし、はい、おはようございます。もしもし、何、あれ、電話いただきたいっていうふうにポンプ入って電話しろ。じゃあ俺言った、そんな人だったら自分でかけるべ。あー、すいません。何、何、意味がわかんない。何で、何、あ、いや、なんかあったのかなと思って。何もねえよ、だからいいから。お前何してんだよ、今。あ、今準備してました。今何時だよ。今10時ですね。何が準備だよ、お前。十分時間あったべ。お前、そんな約束守れない人間と、なんで俺が約束守んなきゃいけないの。はい。ねえ。はい。お前言ったべ。はい。十分時間あったし。はい。俺、ゆっくり寝ろって言ったよな。なんでお前時間過ぎてんだよ。はい。いや、はいじゃねえよ。お前何歳だよ。いや、32ですけど。だから32でお前なんで時間が守れないの、はい、まあまあまあ。まあ基本だろ、そんなもん。まあ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 。いや、まあじゃねえよ。はあ。はあじゃねえよ。はあ。やる気ねえんだったらやんなきゃいいんじゃない？別に。ああ、まあそうっすね。もう別にいいんじゃない？だったらもうイベントなんか誰も参加しないと思うし、はいはい、お前のリスナーがね、はい、まあバカ面こいて、お前のリスナーが結局叩かれるだけだし。お前あんだけね、でかいこと言ってやれないんだから。リスナーが叩かれるんですか？やらなくていいんじゃない？別に。お前がやる気ないんだったらやらなくていいんじゃない？はい。そんなもん見たくねえしな、誰も。やる気ないのにやってるところを。はい。見せられても迷惑なんだよ、周りは。ほう。ね。お前が勝手に旅企画、ね。はい。それやりますとか言って。はい。で、でかい口聞いて。はい。で、リスナーにも昨日、いや、やり遂げますとか言って。はい。で、結局もうね、俺は最初から信用してなかったよ、お前。やんないと思ってたよ。はい。こうなることはもう予想してたよ、簡単に。うん。だからやんなきゃいいんじゃない、もう別に。こんなの。別に構わないよ、俺は。お、別に、そんな、やる気なくて。はい、ね。そんなもん見せられても、こっちもね、暇じゃねえし。うん。おうん。別に、お前が決めることだし。ね。お前も何時だ、今。今、10時19分ですね。じゃあ、10時19分とかどうでもいいんだよ。はい。お前。何時に出るっつったんだよ。いや、まあ、僕の勝手じゃないですか。お前、昨日電話で、いや、8時前には出ますっつって。え、僕の勝手じゃないですか。僕の勝手じゃないですか。いや、僕の勝手、だ、な、勝手なら勝手にやれよ、だったらよ。なあ。はい。なんなんだよ、こんな勝手だとか言い出してよ。はい。てめえよ。てめえのイベントに参加してほしいんじゃねえのかよ。え、僕の勝手なんじゃないですか。だから、やめるならやめれば、別に。それがてめえだってことだから、結局。なあ。知ったこっちゃねえよ、そんなこと。はいはいはい。うん。だ、てめえの好きにしろよ。な、なんなんだよ、おめえはよ。いや、好きにやりますよ。だよ。で、やりますじゃねえんだよ。今何時だっつってんだよ。な、10時っす。お前、リスナーに散々言われてんだろ、お前。ずっとロムってんだよ、こっちはよ。はい。なあ。おめえよ。みんなを舐めすぎなんだよ、おめえは。誰がそんな奴に協力すんだよ。なあ。お前、寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ。知らねえよ、のりこが寂しい、知らねえよ。なあ、成人したクソババアが寂しいとか言ってよ。ガキじゃねえんだからな。なもんよ。知らねえよ、てめえの女が寂しいとかよ。てめえがやるっつった企画をお前やりの再開しろって俺は言ったんだろ。お前に。だからお前なんでお前 YouTube に動画あるよな。お前、のりこよ、解き伏せるよ、説得力説してよ。俺はやりたいことやるんだっつってよ。
なあ、なんなんだあのよ、意気込みがよ。でけえく聞いてよ。なんで今度はのりこが寂しいからやらないって。なんでのりこのせいにするのか、そうやって。あんだけな、のりこを解き伏せたくせに。なあ、何ヶ月前か忘れたけど、ね、俺は旅したいんだって。旅やりたいっすよ。ね。じゃあなんでやんねえんだよ。じゃあ、なんで8時に出てねえんだよ、おめえ。やりたくねえから出てねえんだろ、結局。あんで、のりこが寂しがりよねえとか、何ブツブツ言ってんだ。いいじゃないですか、2時間ぐらい。いいじゃねえですか。小せえな。あ、2時間遅刻でもいいんだ。いいじゃないですか。だからお前はいつまで経っても社会不適合者なんだよ。え、自分もそうでしょ。働いてるんですか。だから自分もそうでしょ。別に俺は働こうと思えばいつでも働ける。お前の場合は働いてないんですよね。どうやって生きてるんですか。どうでもいいよ、そんなことは。どうやって生きてるんですか。俺は今彼女に養ってもらってるし、俺はお金、俺は目標があって。だったら自分だって社会不適合者でしょ。人のこと言う立場じゃないでしょ。違うんすか。そんな違うんすか。だからね、もうやる気ねえなら やるな、もう。話そろさないでくださいよ。もう、うんもう話そらして自分のことを他人にあげて、自分だって冷めそうに誘っといて一言も連絡くれなかったじゃないですか。絶対それ言うと思ったよ。俺昨日の違うんすか。言ってんだよ。違うんすか。冷めそうにのことをな出してくれ。自分のこと棚にあげて、それはないでしょ。お前とは立場が違えんだよ。もうちゃんと俺の言い訳すか。タイムシフト見直してこい。言い訳すか。お前のね、言うことは全部予測してる。言い訳すか。だから言い訳でも何でもいい。自分の冷めそうに誘っておいて何の連絡もなかったっすよね。うん、だからわか、お前に連絡するってなかったっすよね。お前さ。お前さ、俺より下の人間だ。いや、いいっすよ、いいっすよ。だから、下の人間だから、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ、連絡しないっすよね。いや、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ、じゃなくて。そういう人間なんですよね。早く。いや、関係ないっすよね。こっちはこっちで勝手にやるんで。行けよ。こっちはこっちで勝手にやるんで。関係ないじゃないですか。いや、関係ないんだよ。いや、関係ないっすよね。はっきりしろよ。いや、自分で決めます。関係ないんで。いや、だからリスナーにはっきりしろ。いや、もう自分のこと棚にあげてばっかりじゃないですか。働いてないで、人のこと社会的不適合さとか、彼女に食わせてもらっておいて、俺はいつでも働けるんだ。で、自分がイベントやった時は誰にも連絡しないで、俺には俺の都合がある。関係ねえじゃん。俺の勝手だろ。めちゃくちゃでしょ。じゃあ、お前もそれやればやれるもんなら。めちゃくちゃでしょ。俺と同じ立場だと思うんだったら、俺と同じことやれば。いや、それはやらないっすね、僕は。僕は全然連絡入れるんで。それはひどいでしょ。当たり前じゃん、お前なんか信用ねえもん。誰からも。いや、そんな話はしてないですよ。だから別に俺が信用あるっていう話をしてるんだ。飽きられてるんじゃないですか。何が飽きられてるんじゃないですか。信用がどうのこうのじゃなくて、まあ、じゃあ飽きられてるでも何でもいいんだけど、まあ、じゃあお前はどうなのよ、ね、いやだから僕は僕でどうでもいいじゃないですか。さんざん旅企画やりたいっつってノリコ解き伏せてさ。だからそれはこっちの都合でしょ。なんで鮫島さんにとやかく言われないといけないの。だからとやかく言われたくないんだったら、だったら別に自分の好きにやればいいじゃん。だから好きにやりますよ。お前が俺を誘いたかったんだろ。だから俺の条件でやったけど、お前はもうそれを約束を破ってんだよ。いいじゃないですか、2時間ぐらいでぐつ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 。よくないですよ。よくないです。小せえな、ほんとに。いや、1分1秒よくないですよ。小さい。それ社会人として普通でしょ。だから自分だってできてないじゃん。だから俺さ、ね、俺イベンターじゃん。俺別に困ってないもん。いや、自分でイベント企画してたじゃん、サメソニー。だから俺はそれに対しては自分でちゃんと表明も、うん、自分の意思表明してますから。俺、ね、もらってないですよ、連絡。うん、だからお前には連絡しない。いや、だから別にサメジャマさんに連絡する必要ないっつってんの、うん、俺。お前誘ってないよ。え、俺誘われてましたよ。違う、誘ってない。誘われてますよ。アメリカ人が言ったから、まあいいよって言っただけ。いや、誘われてますよ。俺はテルチャンビンとココロちゃんと、ね、そこら辺とアムチンとかでやろうと思ったの。アメリカ人使ってやらせてんじゃん。アメリカ人だってブッキングなんでしょ。アメリカ人が勝手に行きたいですって言うから、じゃあいいよって言ったの。お前ら行っちゃえば、お前ら勝手に行きたいって言った人間だよ。自分で放り投げの人にさ、連絡しなきゃいけないの。いいじゃん、じゃあ別に自分も好きでやってんだからこっちも好きでやれば。まあ、だからもう結局やんなくていいよ、別に俺は。いやだから俺が決めるよ、それは。だって俺別に、俺が決めるよ、だから。お前に参加したくねえもん、正直。いや、じゃあ参加しなきゃいいじゃん、最初から。あ、じゃあだったらいいよ。じゃあ全然いいよ、全然いいよ。あ、わかりました。全然いいよ。はい。いや全然いいんだろ、分かりました、うん、よかった、本当に。本当は嫌だったんです。うん、いや、だからいいじゃん。やりたくないことやらないわけでしょ。でも、お前は絶対やらないって分かってたから、俺は約束できたの。あ、じゃあいいよ、お前がやり遂げた。自分もやってないのに人、だから自分のこと棚に上げすぎだって、結局。あのさ、言うときは強いけどさ、言うときは強いけどさ、結局やらないじゃん、自分だって。騙せるじゃなくてさ、結局ブーメランなんだって。だブームだ。俺はいつでも働けるとかさ。じゃあ自分の思うようにやればいいじゃん。ね、続いてないじゃん、仕事だって。俺普通に働いたらやってるし、高尾だってちゃんとやってるよ。誰も投げないと思うけどね。全然。誰も投げないと思うけどね。正直。そんな、お前の好きなようにやっていいよ。いや、やるよ。でも誰も俺の人生だもん、当たり前じゃん。俺の人生だもん。誰も花火投げないかはあなたが決めることじゃないの。あなたが決めることじゃないの、花火あげるかどうかは。
リスナーさんと俺の信頼関係でやってんの。そもそもね、あなたは俺に花火も投げてないし、俺そもそも花火投げてもらって旅やるなんて言ってねえから、そもそも。だいたいさ、あなたパチンコ行ってますよね、スロット行ってますよね、リスナーの金でやってるでしょ。じゃあ行ってねえよ。行ってます、あなた。行ってます。聞いてるんだから。行ってます、行ってます。一回も行ってませんよ。行ってます。そもそもリスナーの金で行ってたんだから。あなたね、全部自分がやってることをね、人に言ってんのおかしいんだって。過去形が現在、過去形が違うでしょ。何が？おかしくないじゃん、別に。俺言ってない。俺が別に誰の金でパチンコ行こうか関係ねえじゃん。いや、それが本心なんだろ、結局。いや、俺普通にそれ言ってるって、放送で。だからそれ、いや、だから言ってねえだろ、言ってる、言ってる。俺は普段から言ってるの。だって自分で花火投げてもらってんじゃん。あなたより稼いでますよ。あなたより花火上がってますよ。だから何？だから何じゃなくて、俺が別に稼いでるんだから、自分の金使って自分で何が悪いの？自分の金を自分で使って、いいでしょ？あなたが口出すことじゃないじゃん。ただお前の信用はゼロだよ。何がゼロなの？どこを根拠に言ってんの？だからどこ根拠？閲覧？コメント？別にゼロでいいじゃん。あなたがゼロだと思う。別に痛くも、だから別に痛くも痒くもないよ。別に鮫島さんにさ、信用されるとかされないとか。何が関係あんの？それが。いや、相当重要だと思う。別に困った時にさ、助けてくれるわけでもねえんだから、偉そうにすんなよ。当たり前なら何だ、当たり前だろう。だから別に偉そうにすんなっつってんの。自分の力で何とかしろよ、バカ。自分の力で何とかやってんだから。子供か、俺の子供なのか、お前は。わかる。子供じゃねえ。だから自由にやってんじゃん、俺。何の根拠でお前は助けなきゃいけねえんだ。だから、助ける必要なんかないでしょ。助ける気なんないんだから、最初から。当たり前じゃん、助ける気なんだから自由にやるっつってんの。なんでてめえを助けなきゃいけないの。なんでぐだぐだ言われないといけないの。だったらなんで電話してきたんだよ。だから出てっつったんじゃん。でしょ？いやいや、俺何も言ってないんですけど。は？何言ってんの？俺何にも言ってないんですけど。何が？なんで電話してきたの？違う、あなたが、ね、あなたが電話をね、してきてくださいっていうのをしつこいぞって言われてるから、なんかあったんすかって言ったのよ。じゃあなんで自分から電話しないんですか、僕は。は？僕は？ねえ。あなたお前に不在着信残ってますよ、僕から。ねえ、電話してくれってね。あ。何これ。まあいいや。もし、ちょっと待って。不在着信なんか残ってねえよ。な、残ってねえんだろ？だったら俺がかけてなんて言ってないし。今、お前かけたっつったじゃん。不在着信残してるっつったじゃん。だから、残ってますかって聞いたの。残ってないよ。残ってなかったら、俺別にお前に電話をなんかしてないってことだよ。え、何じゃあ、リスナーさんを使って鳩を飛ばして、で、リスナーのせいだって言ったの。知らねえよ、鳩が飛んだかどうかなんて。え、じゃあ、言ってないの？電話をしてくださいって言ってないの？だから俺が言ったのって聞いてんじゃん。そう、リスナーが言ってるからそうじゃないのって聞いてんの。俺が一言でも言ったのかって聞いてんの。知らないっつってんの。あなたの放送見てないっつうの。ブロックされてるから見れないでしょ。じゃあなんで俺はお前の放送ロムってのにコメントしねえんだよ。電話しろって。俺が電話しろってでコメントしたか一言でも。知らないよ。じゃあなんでリスナーが鳩飛ぶんだよ。知らねえよ。お前が嫌われてるからなんじゃないの。は、どういうこと。なんで鮫島に電話しろよってこんなこと言ってんの。知りません。お前の低能リスナーのことなんか知らないんだったら知らないよ、俺も。別に。いや、やんないよね。わかったわかった。知らねえ。俺が決めるわ、やるかやらないかは。いや、だいいよいいよ。やんなくていいよ、別に。うん、はい、やんないんでしょ。はいはい。だってもう8時の時点でもう今やる気ないじゃん。もう正直言ってこない。いいんだよ。俺は俺の都合で生きてんだから。うん、俺には俺の都合で生きてんだから、鮫島さんは鮫島さんの都合で、本心なんでしょじゃないんだって。鮫島さんは鮫島さんで自由にやってる。俺は俺で自由にやってるでいいんじゃないっつってんの。なんでそんな感じなんだよ。いいんじゃないって俺はいいんじゃないって言ってんじゃん。だからいいじゃん。だからお前はイベントをやる資格はないってことだから。知らないよ、そんなの。やりたいことやるよ。イベントだもなんでも。じゃあ何が無理なの？イベントなんか別にやるっつってんの。出演者決まってんだから、それでいいでしょ。よく言うよな、昨日もな、ロフトプラスワンな、お前な、なんかアンチの嫌がらせでな、もう契約できなくなったって俺に泣きついてきたけど、泣きついてないです。どこに証拠があるの？そんな。どこに証拠があるのって、お金は全部聞いてた。まためちゃくちゃなこと言ってるよ、ほんとに。あ、そう、あ、そう、そうやってね、リスナーを騙すの。また騙すの、そうやって。また騙すの。やめて、正直に言いなってついて。また騙すの。なあ、日にちがずれたらもう話作りすぎだよ、本当に。ロフトプラスワンにもうめちゃくちゃ借りることだいたいね、だいたいおかしいんだよ、だそうやってたじゃん。あれなんで言葉を荒げんの。何を言ってんの。だいたいおかしいんだって。もう人のイベントにちゃちゃ入れてる時点でおかしいの。おかしいの、それは。なんでリスナーに対してのツイートは違うの。言ってません。言ってません。いや、言ったよ。言ってません。言ったよ。言ってません。オカリナも聞いてんだよ。ね、俺は必ずスピーカーにするから。言ってません、いや、だから言ってたんだよ。電話かけるもん必要ないじゃん。ね、そんで、俺正直減らっちゃってるんですけどとか言うから。減らるわけないじゃん。関係ないから。プライベートでさ、俺オカリナのことで減らってるんだよって言ってたことあんじゃないの。
サメさん。何が？プライベートに俺に電話かけてきて、ありがす。ほら、何の話？ほら、自分の時棚にあげるでしょ？何女のことでさーって、あるよ。電話かかってきてるよ。あります。だってお前と何を話すの？あります。いや。まあいいよ、わかったわかった。じゃあやる気ないなら何いいよ、別に。俺も忙しいからさ、今日。俺も忙しい。うん。じゃあ、なんだったらそれでいいんじゃない？うん、適当なこと言ってりゃいいじゃん。いや、適当なこと言ってるんだ、ね、あなたも適当なことばっかり言ってんじゃん。うん、適当にやってきたでしょ。頑張ってね。はいはい、じゃあね。よかったね。はいはい。めちゃくちゃだよ、こいつ、ほんとに。言ってることとやってること違いすぎるでしょ。めちゃくちゃもう。いや、めちゃくちゃでしょ、もう言ってること。ガキすぎるよ、もう。俺が8時に出たくなかったら別にいいじゃん。8時に出なくて。子供じゃないんだから。子供じゃないんだから。別に俺が何時何分にどこに何やってようが俺の自由だろ。旅ももうやめだっつって。いや、ブーメランすぎるでしょ、そんなの。ああ。いや、言ってるよ、普段の放送から。いや、やりたいことやるよって。好きにやるよって。だいたい俺旅の支援金なんか一回も募集したことねえんだから。自分でやってきた放送の対価でもらってんのよ。対価で。俺がある一度でも旅の資金くださいって。俺一回もないよ。俺一回もないよ。知らない。なんで切れてんだろうね。ないです。旅の資金を募集したことは一回もありません。僕は全然いいよ、嫌いになっても。それで全然いいよ。8時に出ろって言われたの。いいんだよ、時間守れねえんだから。言ってんじゃん、時間守れねえって。で、行く気なくなるんだから、こうやって。だから旅の件に関してはさ、もう自由にやるよ。だから嫌なんだっつってんの、もう。あ、もういい。行くのやめる、のんちゃん。のんちゃん、行くのやめる。うん。灰皿取ってきて。めんどくせえ。こんなぐだぐだやってて楽しくねえ、もう。関係ねえじゃん。別に。お前ら応援する気ってんだから。いいよ、好きにやるよ、俺の人生なんだから。ねえ。やめやめ。いいよ、別に全員的でも。乗らねえことやって何なんだよ、こんなの。いや、行く気あったよ。全然準備して、今から出ようかなっていう時に電話かけてこい、電話かけてこいってうるせえからさ。いや、もう今乗らない。こんなの。行く気にならないもん。気分で動いてるから。全然行く気にならないもん。配信切らないよ。なんで配信切らなきゃいけないんだよ。
好きにやるよ。乗らないんだって。乗らないの。乗って動くから乗らないもん、こんなの、うん、乗らない、乗らない。乗ってないことはやらない。楽しくない。行かない、行かない。乗ってる時に楽しくやりたいから俺は、うん、CO0 でいいよ全然。見損なっていいよ全然、全然いいよそれで、うん、全然いい全然いい。眉毛とひげを返してもらいたいよな本当にね。やりたいことやるよ、うん、やりたいことやります。気が向いたら行くわマックさん、うん、イベントはどうだろうね。いやもう今は行く気はない。とにかく俺今しか考えてねえから、今乗ってねえわ、うん、今行く気はねえわ。とりあえず全然アンチ湧けばいいじゃん。イベントやめるかどうかはまた別問題ね。それは信用があるからさ、うん、で今の気分で決める、うん、今の気分で決める俺は、グダグダ姫さ、もう信用ないよって。あなたずっとアンチコメ書いてた人でしょ。俺あなたのこと信用してないから、別にあなたがいなくなっても全然困らないっす、うん、雑談イベントどうしようかね、うん、別に信用なくたっていいよ。信用して信じてくれてる人がいるからそれでいいじゃん、うん、いい。もうこんなぐちゃぐちゃしてたら企画なんかできないもん。いい、楽しいメンバーでできる、うん、そうだよ、うん、自由にやりたいから配信業選んだもん。サボちゃんさ、さらに信用なくなるよって言ってるけどさ、いいよ、その実力に沿ってやるよ俺は普通に。だって乗ってなくてさ、イライラしてやってもさ絶対ダメだもん。俺普通にやりたいもん、楽しく旅見るのが普通に好きな人と。こんなんやらされてるだけだもん、うん、なんで文句言われないといけないの今から旅に出んのに。別に8時に起きようが10時に起きようが迷惑なんかかけてねえよ別に。金もらってるわけじゃないし、そう思わない？32の大人が言うセリフか。いいんじゃない別に。俺はこれでやってきたんだから、うん、いや別にサボちゃんに噛みついてるわけじゃないよ、うん、まあ花火上がんないだろうね。そしたらそれで考えるよ俺は、うん、自由にやる。とにかくイライラしてても何も乗っかんないし、そんなの余計意味ないよ。風船ありがとう、うん、本心だよ本心。
いや花火上がんないと思うよこんな流れで。でも乗っかんないでやるっていうのがその意味がないことっつうかさ、やりたいことずれてるもん。いいよ別にそれで言い訳とか。うん、いやアイテムタイム上がんないでしょ、うん、もうアイテムタイムやめろ。アイテムタイムやる？じゃあ分かった分かった、うん、上がんないと思うよ。でもね俺はね乗ってる時にやりたいのよ。そのなんでそのぐちゃ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 言われないといけないのか分かんねえから、ああ普通にやりたい。そのプレッシャーかけないでほしいよね、めんどくせえから。アイテムタイムスタートです。2分間音楽流します。いや上がんないよ花火は。上がったらだからその気分は乗ってくるよね。いや行こうよワドみたいな、花火やるから行こうよって、旅はやろうぜみたいな、そういうねボカンと上がってやったら行くでしょ。乗らないっつってんの俺は。ハートココありがとう、アッコ、うん、ハートココありがとう。だ気分で動いてんの俺は、いつもノリでノリでやってんだからノリでいいじゃん、うん、いやそれはアバカありがとう、宮谷さん花火ありがとう、ノンさん花火ありがとう。金だよ、金のためにやってんだから。金と有名になりたいのとモテたいのとチヤホヤされたいのでやってんだもん。花火ありがとう、ありがとうね、ノンさん。いや気分いいわ。おい花火ありがとう、ショータ花火ありがとう、ありがとう。あー気分良くなってきたな。いや気分良くなってきたね、ありがとうありがとう、ありがとう。いや気分良くなってきたね、乗ってきたね。ネズミさんバカありがとう、ネズミさんバカありがとう。いいね、トムハートありがとう。大阪行っちゃうこれ、大阪行っちゃう。フフマン風船ありがとう、バカ10個ありがとうね、ノンさんありがとう。ノンちゃんお茶ちょうだい、のんちゃん、お茶ちょうだい。風船ありがとう、ゆうくん。ぺっちゃんバーガー5個ありがとう。いや、クズだよ、俺は。俺はクズだよ、もともと。生まれた時から。風船ありがとう、ミスターさん。青さん、風船10個ありがとう。風船5個ありがとう。ネズミさん、花火ありがとう。ネズミさん、花火ありがとう。時間にルーズだよ、めちゃめちゃ俺。マンジさん風船ありがとう、ありがとうございます。ラムネありがとう、ぺっちゃん。クズだよ俺は、クズだよ。いや気分上がってきたわ。カテゴリーの旅外しておくよ。ご覧の番組は、リスナーさんの、アイテムをくれたリスナーさんの提供でお送りします。ぷっぷく亭小吉さん、おい！あや、お祭りありがとう。サンキュー。お祭りありがとう。乗ってきたね、乗ってきたね。おい、人間の卵ありがとう。ありがとう。風船ありがとう。うん。ねえ、気分よくさ、こうやってやりたいじゃん、普通に。気分よく。いや、乗るでしょ。そりゃそうでしょ、乗るっしょ、乗るっしょ。え、みんなだったら乗らない？普通に。俺めちゃめちゃ乗るんだけど、アイテム飛ぶと。風船ジョッコありがとう、マルさんバーガーありがとう、うん、ねえ、うん、え、乗るっしょ。だって普通にみんなだったらさ、配信やっててさ、アイテムもらったらさ、気持ちよくなんない？なるっしょ、普通になるんだけど俺。ならないもんなの？でさ、ぐちゃ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 さ、100人ぐらいからさ、ネチ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 言われてたらやる気なくなるの普通じゃない？俺別に普通だと思うよ。ねえ、
気持ちよくね、朝天気いいなっつって起きたわっつって、で起きて命にさ放送を開いてさ、よっしゃ行くかって言ってるところにさ100人ぐらいにぐちぐち言われたらやる気なくするでしょ。で花火上がったらやる気上がるっしょ別に、うん、普通だよね、普通っしょ、それが普通で、俺気分ってすげえ大事だと思ってんの。これマジな話なんだけど、なんかその気分が悪い時に何かをやると良くないことが起こるっていうのは本当に信じてんのね。だから全然気分がいい時に行くよ。あーちょっと行っちゃおうかなってね、ちょっと行こうかなって、うん、誰とかじゃないのよ別に。俺は別に喋りたいこと喋ってやるよ、喋りたいこと喋って、あのね嫌なんだよ自己責任にする、そのなんつーの、俺が悪い俺が悪いっていう生き方嫌だから、うん、別に乗ってる時にやる、乗ってない時にやらないでいいじゃん、ただ単にあーちょっと流れちげえなーみたいな、うん、普通に普通にそれでいいと思うよ。イベントもそんな感じっつうか生き方がそんな感じだもん。人のせいにはしてないよ別に、乗ってないっつってんの、乗った時にやるよ、うん、初見さんいらっしゃい、乗ってる時にやって乗ってない時にやらないっていうだけよ、もうほんとシンプル、うん、そうそうロボットじゃねえんだから人間なんだから。だってさみんなだってさ、なんで配信見てるのっつったら自由にやりたいから見てるわけでしょ、自由に書きたいから見てるわけでしょ。だから自分の発言とか行動とかにさ、いち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 文句言われたら嫌じゃない、ああだこうだ何やれこれやれって。だから見たいもん見てさ、みんなも自由に見てるわけよ、みんなも見たいもん見て好きなこと言いたいこと言ってんだから、俺はそれが対等な関係だと思うよ、何でも話せるっつうか、もう鮫島さんと話した、もうとっくに終わってる話、いや自分の気分だけ考えます、ハッピーうんち自分の気分だけでやる、わがままに生きてんだもん、わがままでいいよ、うん、うん、そう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 、俺は俺だから、寝ようかな、うん、どうなんだろうね、別に自由にやろうよっていう、ハッピーに笑顔に楽しくさ、クズだよ俺は、クズ全然クズで、自覚いいよ全然クズで、うん、だから配信やってんだから、花火ありがとうファボキスさん、花火ありがとう、ありがとね、花火ありがとう、でそれは横山リーさんさ、それは横山みどりさんの考えなんだよ、うん、昨日の時点ではだから行こうと思ってたんだよ、昨日の時点では、何時なのとか小せえよ、会社員じゃねえんだから気持ちよくねえよ、うん、気持ちよくないよ、その昨日は別に気持ちよかったんだよ、あ行こうかなっつって、旅は自分でやるよ、もともとそういうつもりだったから、楽しくやりたい、楽しく、いやクズを押し付けてるわけじゃないよ委員長、でも俺はそういう人間だっつうことよ、それで付き合って付き合うかどうかさ決めるわけだからさ、いいのよ、その3400人近くさフォローしてくれてる人を俺は大事にするよ、うん、わかんねえまだ乗ってない、ちいさんまだ乗ってねえわ、うん、そう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 、見る側もさやる側もさフラットにさ、あこいつ面白えなとかさ、あこいつの考え方好きだわとかさ、うん、自由にやればいいじゃん、うん、これがさ俺がさどっかに勤めてるんだったら別よ、
うん、まあでもだいぶ乗ってきたね、よね。だいぶ乗ってきた。うん。いや、わがままっすよ、僕は。すげえ。わがままで、その、約束のね、時間守れないからこういう配信とかやってるわけじゃん。働いてもいいね。いや、自由にやりたい。もうちょい乗っていきたいよね。気持ちよく。いや、花火待ちってわけじゃないけど、コメントでもそれあるじゃん。いや、行こうぜ、ワド、みたいな。もう関係ねえっしょ、みたいな。だからちょっと見てえわ、大阪まで歩くのとかだったら別なのよ、俺は。そう、本音で話そうよ。なんか信頼してたのに裏切られましたとかさ。だってそれ言う、友達とかに。いや、行こうよ、ワドって言わない？友達だったら。俺友達が、例えばそんな感じで凹んでたら、あれ気分悪いよね、つって。萎えるよね、つって。でも俺見たいけどね、一緒に行こうよ、みたいなさ。そういう感じだけどね、友達とか。違う？普通そういう感じだね。うん。うん。なんか、ああ、がっかりしました。なんか、もう期待してたのを裏切られました。とか、あんまり嫌だもん。なんか、捨て頃とか楽しかったじゃん。出ようぜ、ワド！みたいな。やるか！みたいな。うん。旅の話いいよね。俺もいいわ。なんか、慣れてきた。うん。風船10個ありがとう。いや、俺そういうノリが好きなんだよね。そういうノリが。うん。いや、俺も行きたかったよ、イオリン。見たかったよ、じゃなくて。大阪ちょっとワクワクしてた部分あるもん。にゃんこおはよう。イベントは成功させたいね。うん。ただ、別に信用できないっていうか、ぐちゃ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 言われるんだったら別に、ね、一緒に手組む必要ないと思ってて。うん。なんか一緒に成功しようぜって言ってくれてる人がいるから、その人たちと一緒に頑張りたいなとは思ってる。いや、だったら付き合わなきゃいいじゃん。うん、だったら付き合わなきゃいいじゃん。山内さん。俺別にさ、付き合いしてる人がいるんだからさ、普通にさ。付き合いたいなと思う人と付き合えばいいんだよ。うん、男同士の約束でさ、今から旅に出ようっつうのに、ぐだ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 、今何時だよとか、もうめんどくせえわ。で、イベントがどうとかさ、パチンコがどうとかさ、女がどうとか、気分悪いよ、正直。俺が誰とどこで付き合おうが、俺の勝手だわ。俺が惚れた女にぐだぐだ言うなよ。それは自分だとされたら嫌でしょ、うん、でしょ。いいよ、気のいいメンバーと楽しくやるよ、うん、イベント潰しに入ったら捕まんじゃないの、知らない。モンさんありがとね、頑張るよ、うん、ね、頑張ってね。だから結局眉毛剃ったら全部水に流すよとか言って、水に流してねえじゃん、全然。いいよ、そういう人間なんでしょ。うん。いや、クズだよ、俺は。全然。ゴミクズだよ。いや、いいのいいのよ。その、鮫島さんには鮫島さんにファンがいるしさ、みんなにはみんなそれぞれファンがいるわけだよ。みんながみんな、そう、合わない人は合わないっていうだけよ。ひさありがとう、うん、なんで人の配信とか人の生き方にね、ごちゃごちゃ言われないといけないんだっていうのあるよね、うん、気が向いたら行く、うん、高尾さんだってやってるでしょ、うん、気が向いたらやるよ。ヒゲない方がいい。俺はヒゲあった方が好きなんだけどね。うん。だから期待してもらってるのは嬉しいよ。すごい。い
や和道旅行こうぜって。たださ、それ言い方ってあるじゃん、その言い方ってあるじゃん。いや気が向かねえんだよな、リーさん気が向かねえんだよ。それさ、リスナー騙してるとか言われたらさ気分悪いよ。騙すとか騙さないとかじゃないもん。普通に自由にやってさ、自由にさ配信垂れ流してやってさ、なんでそんなグダグダ言われないといけねえんだよっていう。別に有名アーティスト気取りじゃないよ。騙されたと思ってんな、見るなよ。うん、気が乗らねえもんは乗らねえんだよ。うん、行きたくねえ会社サボるだろ、みんなだったら。サボんねえの？学校行きたくない人がなかった。サボるだろ。俺サボってきたけどね。俺全然サボるよ。普通にサボります。サボらないよ、俺全部サボってきたよ。行きたくねえわ今日って。いや仕事もサボってきたよ。あ、店長脇がだから無理だわっつって。いやー、みんなないんだ仕事ちゃんと行くの。俺サボってきたけどね俺全然サボってきたけどな、うん、店長脇がの店で働きたくないでしょ、うん、いや俺がこういうやつ多いと社会崩れそうっていうのは俺もわかるね。うん、うん、もう仕事嫌だから仕事しない。そうだから働けないんだよ。いやもうクズだよ本当に。気分次第ではやめようとは思ってるけど、俺はやりたいと思ってるけどね、イベントは、うん、あーまあバイトが多かったな。うん、脇側のやつに会ったことあるよ。イベント当日に出演者が行かないのも OK ってことだね。 OK っつうかまあ気分だよねその時の、うん、もうとにかく今は旅行く気分じゃない。だんだん気分悪くなってきたわ、うん、だんだん気分悪くなってきたわ。川崎まで行って疲れたっつうのは見たかった。いや疲れるでしょ、うん、疲れるでしょ全然。ねえ普通にさ、そのいい感じに盛り上げてさ、あいいねいいねってやってた方が楽しかったもんね、矢野ラッキーね。うん、ロハコさんと遊ぼうかな。いやクソダサかったら見なきゃいいじゃん別に、うん、見なくて結構だよ全然。イベント直前でやる気なくなったらだからもうそれしょうがないよね。今日ちげえなっつって朝起きてさ、今日ちげえわ、今日イベントの日じゃねえわっつって。そうだね、うん、ああ釈迦の水変えてあげよう。釈迦続いて、はい、水変えるよ。さあ、さあ水変えるから、うん、のんちゃん今日行くのやめるわ、気分悪い。
いや俺1万人旅自体やめるわ。旅団解散。今後旅団名乗ること禁止。今後旅団を名乗ることを禁止します。旅解散します。旅団解散。本日をもって旅団解散。1万人旅終了。やめだやめだ、こんなもんグダグダ。はい、終わり終わりな、終わり。はい、やめます。旅自体やめます。旅団解散。はい、ありがとうございました。今まで旅団の名前外して。旅団の名前、もう旅自体の企画も根本からやめます。根本からやめます。はい、解散おめでとう。はい、旅団解散です。ありがとうございました。旅団の皆さん、旅企画自体、1万人旅自体やめます。本日をもって。はい、プロフィールも変えよう。プロフィール変えます。もうなんかめんどくせえわ。はい、解散。今日思って解散。今後旅団名乗ったらブロックね。今から旅団名乗ってるやつ全員もうあのアンチだから。旅団解散します。解散解散。お疲れ様でした。お疲れ、お疲れ様です。本日からね、もうイベンターワドちゃんマンでいくから。スーパーイベンターのワドちゃんマン。うん、旅団は良くなかった。旅が全部悪い。旅はなんて悪いもんなんだ。旅はダメだぞ。はい、旅団解散。はい、ワドちゃんマンだから。スーパーワドちゃんマン。旅団の名前名乗ったらもうアンチだから、それ。はい、解散。イベンターだから、イベンター。お疲れっす、お疲れっす。はい、プロフィール変えました。のんちゃん、お茶ちょうだい。のんちゃん、なくなっちゃった。え、なくなっちゃった。お茶なくなった。ジュース買ってきてあげる。何飲む？え、麦茶。麦茶？自販機あんの？どこにあんの？のんちゃん元気になった？元気になった。旅なんてクソだよね。クソだクソだよね。もう二度とやんねえよ。旅なんてクソだよね。超クソだよね。旅やんないから、のんちゃん。やった、やった。ずっと一緒だよ。うん、やった、うん、おいでー、のんちゃん。やったー、のんちゃん、よかったねー。のんちゃん元気出たー。のんちゃん元気出たー。イエーイ、イエーイ。旅なんて最低だよ。最低だ。麦茶ね。
か麦茶だよ。ありがとう。はい。いやなんか気分いいわ。なんかこう重たい荷物をさ、重たい荷物をこう下ろした時みたいな、なんか気分いいわ。生まれ変わったようだな。生まれ変わった気分だよ。生まれ変わった気分、こうファーッとなったね。ファーッとこう、こう重たい荷物をこうバッと捨てた感じだよね。断捨離、断捨離ってやつ、これが生まれ変わったよ。 KP KP、 いやーなんかすっきりしてきたね。生まれ変わった。花火あげた人に返金しろ。いや違うよ、花火あげた人はそんな小さい人間じゃねえよ。いいんだよ、いいんだよ、ワードって頑張れよってことだから。花火を投げた人しか文句は言っちゃダメでしょ。いやーいい、のんちゃんの笑顔、笑顔はやっぱりいい。のんちゃんの笑顔は、のんちゃんに笑顔が戻ってきたよ。あ、おはようひかるさん、おはよう、おはようございます。返金って何なの？返金なんかないよ、アイテムに、アイテムに返金なんかないよ。いや気分よく生きるっていうことを追求しよう。あやでどうするのって。でだからいかにリスナーが俺のことをこうワード行こうよみたいに乗せていくかだよね。何が見たいのみたいなね。ワード何が見たいんだよつって、ワードこれやってよつって、手のかかる男、落語をやってほしい。落語とかは全然わかんないね。旅団解散でサクッとらアンチにならないよな。なあサクッとら、サクッとらアンチにならないよね。ヘッドセット、これヘッドセットじゃないよ、これはオーディオテクニカのヘッドフォン、オーディオテクニカ。あ俺の名前旅団になってるか、和道にするわ、和道にします。はい和道です、和道、ただの和道に戻りました。ただの和道であります、ただの和道でありますね。俺のアンチじゃないよね、サクトラね。サクトラ応援してくれるんでしょ俺のこと。サクトラと俺の絆は深いから、サクトラと俺の絆は深い。ね、当たり前じゃんね。いいね、生まれ変わった気分だよ。大阪まで歩かないことになった。タンブクロさん、大阪まで歩かないことになりました。のんちゃんに聞いてみようか。じゃあのんちゃん、ひげのない和道好き？好き。好きなんだ。大好きなんだね。大好きみたい。髪サラサラ。いや今日下ろしてるだけだよ。今日は下ろしてるだけ。
きみたいだね。愛されてるね。眉毛なくても好き？好き。好きなんだ。大好きだね、のんちゃん。スーパー行ってらっしゃい。スーパー行ってらっしゃい。断層した32歳って何？いいね。やっぱ人生一回なんだからさ、楽しくいかないと。楽しく全撮りしちゃうよ。ガッチン1000カットじゃないよ。ちゃんと沖縄で切ってきたよ。この髪はちょっともうボサボサになってきたけど、寝癖でこう、こっち側が黒でパッツン、前髪パッツンになってて、パッツンがもう崩れてきたけど、アシンメトリーの2ブロックなのね。2ブロックになってて、でトップが赤。かっこいいだろう、かっこいいだろう、うん、いや坊主はいいや。女性のファンが減るから楽しいよ。だってさ、毎日やりたいことやってたら楽しいでしょ。好き勝手生きてんだもん。楽しいよ。ハゲてないでしょ、全然。かっこいいでしょ。ファンいっぱいいるよ、俺。力抜いてこう。母さんありがとう。そういうのいいね。母さんありがとうね。モヒカンだったよ、俺。昔。昔俺モヒカンだったの、本剃りの。人生死ぬのは怖えな、正直。自殺する勇気はねえな。3回ぐらい死のうと思ったけど、もう人間向いてないと思ったの。人間全力で向いてねえわって思って悩んだ時期あったのね。でもね、やっぱね、死ぬ勇気はなかったわ、青さん。俺にはやっぱその手首切ることも飛び降りることもできなかったね。死にたくはねえわ、生きてえわ。テロップ、テロップなんか、あ、テロップアンになってるね。うん、旅団は解散しました。返金とかは特にやってないですね。返金とかないっす。死んだらダメだよ、やっぱ。一回しかない人生だから楽しまないと。たった一回しかないんだよ、楽しまないと。根性ねえよ、根性ねえよ、俺には。根性ないっすよ、ないっす、みじんもないです。人間向いてないんだろうね、多分ね。あ、でもね、カンボジアとか行きてえっていうのあるよ。これからね、やっぱね、旅はダメだ。旅じゃなくて旅行の時代だね。やっぱね、HIS 最高ですよ。今度からパッケージで行くから、パッケージで。お金を払って、ホテルもあって、見どころをちゃんとね。新年ないんだよ。新年ないんだよ。日本一周旅、あー、これも消そうか。さよなら。はい、ありがとうございました。いや、もう旅とかダメだ。旅はダメだ。リュウホーデスマスワード2。もう旅人名乗んでやめます、僕は。いや、もう夢とかいいわ、もう。夢なんて、あの、一円の得にもならない、本当に。夢は捨てる。夢は捨てた、俺。旅行行く。旅行。そうだね。やっぱテレビでね。あ、旅配信者いっぱいいるから。パルパル見る。パルパルを見て、あ、旅っていいねって。そう、旅通みたいな感じでコメント打つわ。うん、旅通みたいな感じで。やっぱね、添乗員がいないとね、スタッフがいないとね。これは666のアイテムで、666のリストバンドなんだけど、俺がこれ放送でつけ始めたらもうソールドアウト。666のショップから今売り切れ売り切れ。みんな和道と同じのつけたいっつって。みんな和道と同じのつけたい。和道のが欲しいっつって。店から消えちゃったの。ソールドアウトです。ソールドアウト。うん。
何一つやり遂げたことあんのって、何が言いたいの GJ は。好きなんだろ俺のこと、もう気持ちよくやろうよ。別にやり遂げないということをやり遂げてるんだから。ここまでやり遂げないやつ見たことある？じゃあ逆に、やり遂げないことをやり遂げてるわけよ。やり遂げないことを、わかる？これが俺のスタイルの飛ばしすぎると反動で打つ入るぞ。なんか完全に装填反応だよねこれ。俺もわかる、完全に装填反応。ああ好きだろ、いいだろ俺のクズっぷり GJ。 いいんだよだから、俺らクズだよなっつって。ああワド、お前クズだよって、おいって俺らクズだよなっつって、いいじゃんそれで。中止じゃありません、中止じゃありません、やめです、やめです。綺麗さっぱり捨て去りました、綺麗さっぱり捨て去りました。旅人ではありません、ノー旅人、ノンノンノン。もういいの、旅とかいいの、俺カテゴリーに縛られたくないから。職業はどう？いいね、いいね、いいよ別に詐欺だろうがなんだろうが、うん、いいよ。ノー旅人だから、うん、テレビにクレイジージャーニーとか見てればいい、クレイジージャーニーとか、うん、次のステージに行こう、次のステージに、次次次ってね、やることいっぱいあるよ、やることいっぱいあるよ。あーももちゃんありがとう、クズだろ。よし、アイテムタイム行くか、お前ら。アイテムタイム行きまーす。クズに花火を投げよう、クズに花火を投げよう、行くぜー、ういういうい。2分間音楽流しちゃうよ、クズっぷりがいいだろ、クズっぷりが、クズっぷりがいいだろ。クズで行こうぜ、クズで、イエーイ。ラムネ10個ありがとう、ラムネ10個ありがとう、ありがとう。クレイジーダイヤモンドで殴りたい、直さなきゃって。キラークイーン、バイザー出すぞ出すぞ。前そこいらっしゃい、風船ありがとう、風船ありがとう。みえさんハートありがとう、ありがとう。よゴミってね、はい、わたあめありがとう。ゴミだよ、ゴミだよ、ゴミクズだよ。はい、風船4個ありがとう。どうだろうね、イベントは今のところやろうと思ってるけど、イベントはやりたいなと思ってるけどね。えいえい、トムありがとう、風船トムありがとう。おい花火来いよ、花火花火、なんじゃん来い、花火花火。おい初見さん、またあめありがとう。花火花火花火、イエイエイエイ、花火花火。旅旅やめた、旅やめた。はい風船ありがとう、花火花火。初見さんいらっしゃい、花火ありがとう。花火来いよ、気持ちよく花火来いよ、花火来いよ来いよ、花火来い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 。来ないの？来ないの？来ないの？花火。今日来ない？ノー花火？ノー旅人のノー花火？花火要求するよ。もうガンガン来いこの野郎。生まれ変わったんだよ俺は。もうじゃんじゃん来い、じゃんじゃん来い。花火じゃんじゃん来い。もうガンガン来い、ガンガン来い。小好きでも何でもいいよ。ガンガン来い、ガンガン来い。
ガンガン来い、ガンガン来い、ガンガン来い、花火ガンガン来い。ノリピーの気持ち分かってきたわ。ノリピーの気持ち分かってきたな、だんだん。マンモスウレピーだわ。だ、こういうことだったんだ。ノリピー。ノリピーの気持ち分かってきたよ、俺。ノー眉毛、ノーヒゲ、ノー旅人、ノー花火だよ。ノリピーだよ、ノリピー。ああ。いや、別に言おうないよ。ミュールいらっしゃい。花火ありがとう。あ、風船ありがとう。誰さんいらっしゃい。いいね。ノー花火でフィニッシュだよ、ノー花火で。ノー花火でフィニッシュです。気分いいね。最高だね。いや、多分配信切って次の日バットだろうね。うん。ヘラヘラだろうね。ヘラヘラ。明日多分ね、多分ね、3年に1回あるかないかのヘラリを見せると思うよ。明日俺は3年に1回あるかないかのヘラリを見せると思うよ。もう、ああ、もうダメだ、っつって。もう放送ボタンが開けない。もう、ぶっ壊れて。ケンさんいらっしゃい。下道に帰るか。ダークホースに落ちちゃった。死ぬ勇気はないんだよね、俺には。うん、いや、俺 DV とかやるタイプじゃない。DV はやらない。うん。いや、死んだ方がいいんだよな、本当はね。死んだ方が。うん。死んだ方がいいね。ああ、もう敵を作ってしまったね、またね。また作らなくてもいい敵を、もう、本陣が囲まれてるから、今。完全に包囲されてるから、味方はないよ。もう味方はもう、なんか50万の兵隊に対して300人。もう300ですよ。300で50万の軍勢と戦わないといけない。もうそれはヘラルでしょ。もういいよ、俺は。もう分かってるわ。うん、コミュ爆破再来だね、これ。うん、コミュ爆破再来。いいや、ほーいっつって。それいいや、ほーいってなるでしょ。多勢に無勢だよ、多勢に無勢。うん。ああ。のりこを速攻差し出した配信マジビビったとか言って。うん。いや、教育されてるから、やっぱり。なんだっけ、スパルタンだから。スパルタ族だから。うん。和道を守るために必死だから、のんちゃん。壊れたね、完全に。うん。完全にぶっ壊れた。まあまあまあ、もう終わったな。でもね、だんだんね、ニコ生からリスナーが流れてきたときに、あ、もうこれ無理だなって。あのね、ぶっちゃけ楽しいね。俺ね、今だから言うけど、天気だったのはヨッサンの配信なんだよ。ヨッサンが、ふわっちに来たから、なんかね、その、ニコ生配信者がやり出して、ニコ生リスナーがバッて来たの。で、ニコ生のキャラクターは完全に捨て去ったのに、あ、もう無理だわっていうのは気づいたよ。あ、これニコ生の和道に戻されるなっていう。ニコ生の呪縛だよ、これが。これがニコニコ生主の呪縛だよね。そう。終わった。もうね、ニコ生リスナーが和道に期待をしてると。和道の覚醒に期待してると。で、俺にはそれはダース・ベイダーになるようなもんだから。俺はダース・ベイダーになっちゃうの。もう今日落ちたよね。ダークサイドに。俺のフォースが乱れてるんだよ、今。うん。俺のフォースが。うん、いや、ほーい。あ、こうなってしまうんだよ、人は。誰が拾うんだろうね。俺、テルチャンピンと、レクチとアリスと、ミュウツーとか、あの辺だと思うよ。元俺の囲いは。
もう俺は完全にぶっ壊れたから。うん。完全にぶっ壊れて、もうニコ生の和道に戻るしかないって、もう腹くくったわ。たって今この瞬間。うん。覚醒じゃないんだよね。要はね、人切り抜刀斎だよ。わかる？思い出は、だよ。人切り抜刀斎の頃。そう。そう。詐欺の和道に戻る時が来たんだよ。いや、どうだろうね。生ポン。のんちゃんに帰省するよ。もうこれで食えなくなったら、のんちゃんに帰省するわ。うん。サダも来るんだ。うん。何解放使ってメッセージって。違うよ。解放が、普通になんかミールがどうのこうのって言ったから、いや、普通にコメント打っていいよって言ったんだよ。うん。別に俺解放飛ばしてポンプなんてしてないよ。うん。いやーもう人切り抜刀斎でしょ。血で血を洗う。もうね、正直ね、ハッチとサボちゃん、和道財団は完全に崩壊したと思うよ。サボちゃんはもう俺に花火投げないと思うよ。サボちゃんとハッチがもう多分花火を投げないから、財団は崩壊しました。和道財団は。多分ね、サボちゃんおこですよ。サボちゃんは。うん、もう終わったんだよ、俺は。いや、ほーい。いや、ほーい。うん。いいよ。もう、稼ぐやつが稼ぐんだよ。わかってる？みんな。これが、ふわっちがなくなったらどうするのじゃないよ。人格が崩壊した時に、すべて終わるんだよ。俺は知ってんだから。ついに来てしまったよ。延命治療で、10ヶ月間ね、病気じゃないふりしてきたけど、ついに俺の病気が発動したよ。ために貯めてた。10ヶ月間ために貯めてた病気が発動し、たった今すべてを失いました。もう、億万長者どころじゃないよ。多分来月ね、5万円とかだよ、俺。来月5万円とか。いや、もう終わった、正直。フラットになった。もうダメ。もうね、もう無理だと思うよ。うん。さよなら。いや、わかんないよ。俺はもう死んだと思う。俺は死んだ。もう心が壊れた。完全に。そう、うつっていうか、今、スーパーそう状態だから。いや、もうぶっ壊れたね。完全に。良くない兆候だよ。のんちゃんのヘラリとか、火じゃないから。のんちゃんがヘラるなんて火じゃないよ。あの頃の和道。うん。あの頃の和道が帰ってくるよ。まあ、見守ってくれよ。来月5万円だよ。来月。もともと大したことないって、俺80万稼いだんだよ。もうこっから先は終わりだよ。リスターとか見るといい。よろしくね。花見なかったら億万長者無理でしょう。もう無理だよ。囲われ文化なんだもん、ふわっちは。囲われ文化だよ。うん。まあまあ、そう言わないでよ、ふうみちゃん。まあいいじゃん。もう一回フラットにやり直すよ。うん。俺は死んだ。うん。貯金ないね。死んだ。まあなんとかやってくよ。いいよ、おにぎり食ってまたやり直すよ。おにぎりからやり直す。わあ、YouTube どうだろうね。可愛げねえ。そうね。旅やめて、ノー花火。まあまあまあ、選択ミスだけど、これが人生だよ。うまくいってた、ちょっといい時だったんだよ。これから登っていくかな、じゃなくて、俺のピークだったの。楽しかったよ。楽しかった。やさぐれたわけじゃないよ。やさぐれたわけじゃないよ。生活保護受けてないですよ。僕は。ザワチン、おはよう。もう少しだったけど、やっぱ大手にはなれないんだよな。やっぱこれが大手になれない配信者なんだよ。見とけよ、一生中堅って言われるから。うん。サクッとら、花火ありがとう。いいね、一生ついてきます。いいね、ありがとう。いや、ピークでしょ。ピークでしょ。俺が配信で月収50万稼いだんだよ。ピークだよ。100万届かなかったな。100万届かなかったな。
いや、いいのいいの。もうすっきりした。もうすっきりした。減らるでしょ、玉袋。減らるでしょ。いや、一皮むけたのかな、どうだろう。なんか身軽だよ、今。すげえ身軽。いや、もうピースもう無理だわ。ピース、無理だよ。俺はちょっと一回もうダメだわ。もう心がね、完全にぶっ壊れた。じゃあじゃあ、ふわっちで、その、他にも収入あるから、YouTube とか。トータルすると結構あんの。ふわっちでは55万、マックス。中堅は中堅なんじゃないの？中堅は。いや、俺にとってはでかいんだよ。俺にとってはでかいんだよ。たった80万でもでかいんだよ。55万だね。いやー、もうこれが壊れた人間だよ。見ろよ、俺の生き様。ルックミールックミーだよ。俺のぶっ壊れていく様。尾崎豊のように、もう、ぶっ壊れていくから。これから。尾崎豊のようにぶっ壊れていくから。いやー、終わったわ。ルックミー。ありがとう。大好きだよ、サクトラ。ありがとう。いや、減らってはない。こっから反動が来るの。今は心地いい感じだ。とっても心地いいの。うん、心地いい。もうすべてを失った、この、何、信用、愛情、なんかいろんなものを失ったんだよ。ぶっ壊れたよね。ぶっ壊れた。もうストレスでぶっ壊れた、俺は。もうダメだ。もうダメだ、俺は。うん、あ、そうなんだ。この一週間で初めて見てくれたんだ。ありがとう。もっとルックミー。もっとルックミーでお願いします。くまろさん、ありがとう。私、旅はやめた。椎名さん、旅はね、全部ぶん投げた。もう1万人旅自体よ。おいはははブルさん、久しぶり。ブルさん、大花火ありがとう。いや、もう俺はね、もういいや、もういいや。花火テロップ、あ、花火テロップね。大花火ありがとう。いや、もうぶっ壊れてっから。大花火ありがとう。ふわっちゃーずハイだよ、ふわっちゃーずハイ。いや、もうダメだ、俺は。みんな、達者で生きろよ。俺の分も幸せになってくれよ、みんな。俺の分も幸せになれよ。マジで。俺の分も、俺という反面教師を糧に、俺から学んでくれ。俺から盗んでくれ。こんな生き方したらダメだって。特に学生諸君。夏中いるだろ。見ろ。勉強しないで、ね、アルバイトもできないとこうなるんだぞ。こういう人生になりたくないだろ。32歳で。かっこ悪いだろ。まあ、それでも俺は、地を這いずりながら生きてくから。ドブネズミのように生きてくから、ドブネズミで。ドブネズミだよ、俺は。ドブネズミ。和道改めドブネズミですよ。ドブネズミ。ドブの水をすすりながら、残飯拾いながら生きてくんだよ。わかるか？旅団改めドブネズミだ。旅団改めドブネズミ。懐かしいだろ。一年ぶりだろ。なあ、懐かしいだろ。懐かしいだろ。ニコ生の和道の異常なゼミナール、帰ってきたな、ついに。一年、満を持して、ついにみんなが求めてたダークサイドに落ちたよ、俺は。ああ。いやー、ドブネズミだよ。旅団じゃねえよ、もう。ドブネズミだよ。チームドブネズミ。懐かしいな、この空気。このスメル。このスメルがやばいね。やばいよ、もう。ドブネズミだよ、本当に。いやー、もうぶっ壊れたよ。ぶっ壊れたよ。ぶっ壊れたよ。マジで。もう終わったよ、俺は。もう終わった。スメルだよ、スメル。もう全部投げ出すわ。成田には帰らないから。もう成田捨てたから、俺。日本で一番成功者が生まれる街、成田は捨てたんだよ。成田のドブネズミだから。
底辺に落ちたんだよ。富里ではねえわ。富里のアーボード。多分自転車で30分ぐらいの距離だ。車で5分10分だわ。どうだろうね、死ぬまで配信者。もう終わりなんじゃないの今日で。閲覧明日からガクッと落ちるよ。これはさ、鮫島ボーナスでさ、閲覧が伸びてるだけでさ、明日からもう100とか200とかいかないんじゃないの。うん、死んだんだよ。ドブネズミかわいいよね。終わったね銀ちゃん、俺は終わった。終わった。明日配信わかんねえ。明日配信できんのかな。サメラッシュだよね。旅をやめた理由はもうめんどくさくなっちゃった。心折れた、心折れた。もう確定させた、旅はもう終わり。もう心折れた、完全に。もう完全に心折れた。もう無理だわ、うん、いや数日持たないよ、正直。数日は持たない。いや閲覧下がりそうじゃないね。もう俺がそのファンを裏切ったね、完全に。要は尾崎豊の俺の歌歌うなじゃーんだよ俺の歌を歌うなじゃーんってやって、コンサートをドン引きさせたシーン、わかる？伝説の、わかる？伝わったでしょ。ファンが歌ってる時にじゃーんってやっちゃったやつ。そう、例えわかんないの？尾崎豊の伝説のライブがあって、もう尾崎絶頂の頃、ファンドームかなんかでバーって人が集まってるところで、急にバーンって鍵盤叩いて、俺の歌歌うなーっつって、侮辱するなーっつって、ファンをドン引きさせて帰っちゃったコンサートがあんの。そう、そっからファンが離れたっていう、うん、裏切りでしょ。もうファンはもう失望したわとか、もう期待してたのにとか、もう俺はそのコメントでも実は傷ついてたから、実は心も病んでたから、蝕まれてたから、うん、もう壊れた完全に。もういい、もういい。ルックミー、それでもルックミー、それでもリッスン、それでもルックミー、リッスン&ルックミー。企画はわかんねえな、もうダメだ俺は、もうダメだ俺は、もうダメ、もうダメ。もう言い訳しか出てこないから。いや、落ちてくよ、俺は。落ちてくよ、こっから。もう、ていうか、もう、底辺に落ちたよね。打点子だよ、打点子。諦めたよ、ミリカ。ダメだった。ただのクズだった。頑張ろうと思ったけど、ただのクズだったわ。旅人でも、旅人にすらなれないクズだった。スナフキンも、車トラジローもダメだった。車トラジローみたいになりたかったけど、もうダメだったわ俺。ああ、そうだね、もうダメだね。もう壮絶なディスだよ、壮絶なディス。こっからは信用を失って、これ以上落ちようがないかな、クマロ。もう最底辺まで落ちたよ。電話いいっすか？いいよ、全然いいよ、電話かけてきて。もう俺は死んだんだよ。見ろこの生き様を、ぶっ壊れた人間の生き様を見てくれ。いやもう、もう終わったんでやめよう。とつまちいいよ、ガンガンかけてきて叩け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 、俺のこと。ああ、おはようございます。おはよう。大変すごい荒れてるんですが、うん、わざ限り、ああ、すごい自由にご自由にやれるのはいいんですけど、イベントもやるかやらないか全然僕にも関係ない話なんですけど、うん、チャレンジャーのとか、まあまあ他に承諾、イベント承諾された方のこれ以上やったらイメージが悪くなるんで、うん、なんて言うんですか、そこら辺の配慮を昨日電話ではしていただきたいっていうふうには言ったんですけど、うん、そこら辺はどういうふうに今考えられて配信されてるのかなと思って電話したんですけど。
もうぶっ壊れちゃったわ。もうぶっ壊れちゃったわ。ぶっ壊れたっていうのは全然ちょっと意味がよくわからないんですけど、もう返答になっ、もうぶっ壊れたんだ俺は。もう本当に、いや、だからそれが返答になってないので、何がどういうふうにぶっ壊れたのかっていうのが全然伝わってこないので、もうプレッシャーに負けた。では、じゃあそのまま、うん、こういう配信される前にプレッシャーに負けたっていうことを言って、うん、演者ヒント、配慮援護をしてあげてくださいっていうふうに言ったじゃないですか、僕は。うんうん、例えば大手さんみたいな発言力がある人だったら、まだしも大手じゃない人出ているわけで、うん、そうだね。例えば和道さんの方が、うん、まあその何ですかね、チャレンジャーに比べてその原力とか影響力っていうのは、うん、まあ閲覧数もあるので、うん、まああると承知してると思いますが、うん、なんて言うんですかね、うん、その大変配慮して援護してあげてくださいっていうのは昨日最後に、まあ、あの念をして強く言ったなんですが、うん、はい。うん、俺はチャレンジャーのことは悪く言わないよ。いや、悪く言わないじゃなくて、うん、イベントプロモーターとか、うんうん、主催者が、うん、まあ、例えば便所さんの、イベントの時とかも、便所さんとかが周りが迷惑かけたら、まあ、イベントが成功しないからって言って、ものすごいこういろいろ配慮されてたりとかしたじゃないですか。うん、その便所さんその器用性とかそういうのはまだ人間が違うので、そこら辺は求めてないんですけど、例えば和道さんに対して、例えばそのこのイベントがいいなと思って賛同してくれた演者っていうのが、例えば悪く言われたりとかするっていう発言に対してのこう気をつけようとか、そういうのは思わないんですか？それは思うよ、それは思うよ。じゃあなんで今こういうやってるんですか？どういうこと？どういうことっていうのは、逆にどういうことなんですけど、うん、今例えばこう、ぶっ壊れただとか、うん、もういいよ、俺はまあ、うん、こういう感じだって、別にそれはもう和道さんの配信スタイルだからいいと思うんですけど、うん、ただそ今イベントをやるっていう和道さんが、うん、イベントをしないっていうんであれば全然納得がいくんですけど、イベントをするって言ってしまった場合、うん、そちらの演者に対する飛び火とかそういうのは考えてらっしゃいますか？考えてなかったね。もう頭いっぱいになってたわ。はい。うん。その、いや、やめた方がいいかな。うん、正直に。やめる、まあ、僕は、うん、和道さんが企画して主催してることなので、うん、僕はその、俺はイベントに関しては、そのトライしようと思ってたのね。その旅をまっさらにして、その、なんだろう。イベントは昨日話したじゃん、夜。はい。うん。だから、それはやろうとは思ってたよ。だから、まあ、その、飛び火することに関しては配慮がなかったね。もう、だけど、正直言うと、もう、その、もう、いろんなプレッシャーでも、頭痛い。うん。でも、それは、結局、その、うん、頭痛いとか、そういうのは分かってますけど、でも、もう、基本的にそういうこと言って、もう、ポカーンとか、もう、俺は壊れたっていう、わけわからないこと言ってたら、うん、どこもできないですよね。まあできないね。うん。はい。うん。で、その僕にまずそもそも基本的に、うん、僕権限があるわけでもないのに、そのイベントをやめようかやろうかっていうふうに、うん、まあ聞かれても、結局やるかやらないかっていうのを決めるのはやっぱりこの俺だね。俺だね。いや、もう、うん、イベントに関してはその正直嬉しかったの、出てくれるって言ってくれた人に関しては、チャレンジャーにしても、はい、ベラリストに関しても、はい、うん、多分昨日いろいろな方に謝罪してなんかどうのこうのっていう話言って全員にメール送って、そう、全員に電話したよ、うん、はい、全員にメール送って、うん、はい、うん、でそれ で夜中の2時ぐらいまでずっとブッキングとその謝罪と運営さんと電話をしてて、でその寝れなくて、で、はい、今日もその起きたら10時ぐらいなわけじゃん、そう、はい、うん、っていう状態でね今で、まあその、うん、じゃあもうパニックったらもうこういう風な始末になったと、そう、旅はもう行かねえわっつって、そう、僕らからしたら旅を行くのとか行かないのとかってはっきり言って僕は関係ないんですけど、う
イベントの話はしてないよ、俺、今日の枠で。いや、イベントの話をしてようがしてないだろうが、結局、この一般の話になってるってことは、結局、やっぱり、少なからずとも、その、イベントするって言ってしまったイコール、やっぱ、まあ、そうだね、俺に責任があるね、そこは。はい。うん、その、もう、僕からしたら、その、旅配信だとか、どうのこうのっていうのは、みんな関係ない。まあまあまあ、個人的なことだからね、俺の。はい。うん。で結局その連絡をしようかしまいかって迷いましたけど、結局これをすることプラスも何もメリットはないので、うん、でその例えば、うん、全然あな例えば僕一緒に出るって言った中西マンでも、うん、和道さん過去に何をしてたかっていうのは自分今関係なくて、イベントに出ろって言ったから一緒に盛り上げたいっていう風に裏ですごい言ってて、ありがとう、うん、ただでも結局その今のその振る舞いとか言動っていうのは結局イベントのことを話せなくても、うん、あのイベントに影響があるし演者に影響があるってことだよね、うん、もしもし、はい、うん、そこまで配慮できてなかったら申し訳ない、わかんないけどその、うんうん、昨日電話で聞いた限りでやったらやっぱ配信はその、うん、歩いて大阪まで行くのは正しいと思うって、僕はまあ別にどっちでもいいと思うけどっていう話をした時に和道さんそうおっしゃられてたじゃないですか。そうだね、うん、だ行こうと思ってたよ、うん、はい、うん、気分が良くなったんですか。うん、はあ、まあその、うん、例えばそこで気分が乗る乗らないっていうのはまあまあそこら辺もまあ個人のその物差しの尺度の問題があるので僕も何とも言えないですけど、うん、ただ、うんうん、演者のことを考えてなかったっていう、演者のことを考えてたら多分まあ自分で昨日裏でもする、配信載ってないところでもするっていうふうに言ったんであれば、例えば、うんうん、あそこでまあ謝罪をして、じゃあ今から出ますとかっていうふうにもできたじゃないですか。いや今から出ようと思ってたのよ、その今日10時に、うん、はい、うん、思ってたけど何なんですか、出ないっていう決断をしたのね俺は。何が理由で？気が乗らないから。気が乗らないから。うん。うん、じゃあそれで昨日みたいに、うん、じゃあその演者、うん、各演者とかにご連絡ありましたか？あのさ、アメリカ人さ、じゃあの昨日の時点でね、演者に連絡してるじゃん俺。はい。でさ、サメソリの件とかレコーディングの件もお前さ、俺に連絡してねえじゃん。サメソリの件。そうそうそう。じゃあレコーディングの件さ、俺さ、お願いしますってさ、言ってやろうよっつってさ、アメリカ人から連絡あった、はい、俺。それ、放送で言ったことある？どういうことですか？どういうことですかって、どういうこと？その、連絡なかったじゃないですかって、俺昨日の夜の時点で全員の演者に連絡して、頑張るんで、その日付とスケジュールちょっと変わっちゃいますっていう話はさせていただいたじゃん。でさ、はい、アメリカ人がさ、音楽の件誘ったじゃん、俺に。はい。その件について連絡はあったの？アメリカ人、俺に。キャンセルになった時。ああ、キャンセルになったっていう以前の前も、鮫島さんが決定権持ってるから、僕はうんぬん言うことじゃないじゃないですか。違う違う、レコーディングの件に関しては、アメリカ人じゃん。権限があんの。でも、鮫島さんがさっき、その、決意表明をしたっていうことで、うん、多分分かってるじゃないですか。今、現に分かってるか、そういうこと。何が決意表明ってどういうこと？なんか鮫島さんがさっきに自分の鮫島さんの件じゃなくて、なレコーディングの件だよ。レコーディングの件、レコーディングの件。まあそもそも、うん、わかんないですけど、さっきの話も聞いてて僕も思ったんですけど、うん、思うんですけど、うん、まあ仮にサメフェスの話とこの話が何が関係あるのかが全然ちょっとよく理解できないんですけど、理解できないじゃなくて、イベントの件について。だってそもそも今話してる内容は、うん、和道さんがイベントをするかしないかっていう話からこういう風になったのに、違う違う違う、なんでサメフェスの話になったんですか？違う違う違う、なんで話になったのか、じゃあ説明するね。俺からすると、俺は昨日の時点で連絡全員にしてるわけよ、夜中に。僕今昨日のことはちゃんと昨日和道さんが連絡いただいたっていう風にさっき説明しましたけど、最後まで聞いてよ、今日説明があったかしてないかっていう風な話をしましたが、だから今日してないよ。それは事実としてみんな分かってることだ。あえて確認することですよね。でね、その話題を出すんだったらだよ。その話題を出すんだったら、じゃあお前はしたのっていう話をしてるの、俺は。お前はしたの。だからそれはその話でまた別の軸になってくるじゃないですか。今はその話してないじゃないですか。じゃあその話をしてるの、俺は。
何がですか？してないのはしてないじゃん。で、なんで自分ができてないことを責められるのかが俺は不思議だっつっての。でもそんなこと言ってたら基本的にもうみんなそうなってきますよ。結局みんな全然関係ない話に首突っ込んで、関係ない話じゃなくて、俺は連絡してるのよ全員に。だから昨日の話でしょ。筋通したと思うよ。だから頑張るからよろしくねっていうのを30分ぐらい話したじゃん、アメリカ人と、はい、したよね。はい、で演者のことも別に気使うよっつって、まあ配慮が足りなかったのは申し訳ないと思うよ。だけど俺もさ、一配信者だからさ、やっぱもうプレッシャーでさ、そのぐちゃぐちゃになってる部分とかもあるのよ今。だからそれは俺の力、うん、あのもう一回言いますよ、うん、あのこの件とサメフェスの件って何が関係あるんですか？今サメフェスの件話してないよ。サメフェスの件をキャンセル、あの断りの連絡を入れたか入れてないかっていう話になってるってことは、サメフェスが、じゃあそれをお前が言うならってことだよ。お前にそれを俺に言う権限があるのっつってんの。なんで自分ができてないことを人に言えるのって聞いたの俺は。でもそれ、うん、そんなこと言ってたら、じゃあ和藤さんはきちんと全部できてるんですか？例えばじゃあ、だから配慮はできてなかったよ。話になってきたら話がどんどん広がってきますよ。配慮はできてなかったけど、イベントの件とその旅の件をごっちゃにするっていうのはどうなのっつってんの俺は。だからそれをごっちゃにするっていうんであれば、うん、サメフェスの件もごっちゃになってるってことなんで関係ないって話になりますよね。どういうこと？何が関係ないの？言ってること分かりませんか？分からないですね。だから、うん、その鮫島さんのフェスのことをごっちゃにするなっていうんであれば、違う違う違う、じゃあその旅配信とかそういうのもごっちゃにするなっていうんだったら、それも関係ないから。いやそれは違う、論理的につながらないよ。それはつながらないよ。だってさ、その俺はアメリカ人がそれを物申す立場にあるのっていうのは、俺とアメリカ人に関してアメリカ人がお願いされたことを俺は電話を一本ももらってないんだもん。ぶん投げられてんだもん。でしょ？それは事実なんだよ。送ってないかな、ちょっと見てみますね。うん、多分僕も送ってないような気がしますけどね、そこら辺は、うん、だってあの鮫島さんが決定力持ってるんで、鮫島さんがなしって。いや俺はお前から来たんだよ、レコーディングの話は。はい、そうですよ、うん、で鮫島さんが決定権持ってるっていうのは聞いてないよ。そんなのお前から来た話だもん。お前との関係だもん。何もサメフェスがないんだったら、もう普通にからそのレコーディングおじゃんになるっていうふうには分かるんじゃないんですか？それで納得しているから、僕にもそれの確認の連絡がないっていうのは事実なんじゃないんですか？だから確認の連絡がないっつうんだったら、今確認できてるんだったら、俺のだからちゃちゃ入れるのはおかしいんじゃないのっていう俺の論理は合ってるわけじゃん。どういうことだ？だからね、お前ができてないことをなんで俺に指摘すんだっつってんの俺は。いやだからそれを言ったら結局もうオウム返しになって同じことの話になるから、うん、結局今回の件について話しましょうっていうから、ごっちゃ混ぜにするなっていう和道さんのあの話に戻るんですが、俺ごっちゃ混ぜにすんななんて言ってないよ。いやさっき言いましたよ。俺は、ね、配信のあれを見てください。俺はね、だからその旅の件についてはやめるって言ったよ。だから企画はさじ投げてないよっつってんの。ちゃんと昨日連絡は入れてるし、ね、別にその、いや僕企画をさじ投げてる、うん、投げてないっていう話は僕は今してないです。それもさじ投げるのも勝手なので、うん、ただ演者に気を使えっていう話をしてるんですよ。うん、わかるわかる。はい、ただ演者に気を使えっていうのをお前が言うのっていうのは俺の中であるのよ。そう、お前は演者にじゃあ気を使ったのっていうのはないわけじゃん、俺に誘った時に。どういうことですか？だからさっきの話よ。だから結局それをじゃあ、そのさっきのそのサムフェスの話をするんだったら、またその同じことの話の繰り返しになりますよ。それでいいんだったらずっと永遠にこれが話がループするんですけど。ループするんですけどって、なんで認めないのそれを。なんで責めることができるのお前は。僕今認めてなかったですか？送ってないですねって認めましたよね。認めてないよ。今確認しますって言って待ってたんだよ俺。今確認しますって言って、うん、送ってないですねって。送ってない気がするんだけどなって言ってぼやいて、そのまま待ってるのよ。送ってないの？あ、すいません、じゃあ録画を確認してみてください。後で。いや確認してみてくださいじゃなくて、送ってないのかあるのか聞いてないよ俺は。あるのないの？え、うん、何がですか？僕ないですよって言いましたよ。じゃあなんでお前はその立場で俺に物申せるの？いや、その物申せるのっていう以前の問題に、うん、今回の件とその前回の件って全然話が違うじゃないですか。全然一緒なんだけど俺からすると。第三者が聞いてたら、うんうん、お前らどっちもどっちだよっていう結論に至りますよね。いやだからなんでお前がそれを物申せるのかが俺は分かんないっつってんの。
いや、物申せるかって、だって今回の件の演者として僕はわざわざ。だから俺は別に演者としてお前のことを言ってないじゃん。何がですか？サメフェスの時、レコーディングのことなんでって、放送中にお前の男にかけた？かけてないじゃん。別にかけてないですよ。かけてないよね。じゃあなんで物申すの、はい、っていうことを俺は言ってんのよ。物申すのってなんで、あの、物申すのっていう以前の問題に。だってお前さ、何を言ったのかって、ことの発端ね、俺がなんでかっていうと、ね、なんで連絡くれないんすかっていうところから来てんのよ、この話って。全然その、違う、あの、アメリカ人さ、演者に配慮を使うか使わないかっていう話と。だから演者に配慮してないじゃん、お前も。お前の企画に対して。何がですか？レコーディングに対して。だってこれ、レコーディングに対してって、レコーディングはお前の企画だよ。大元を考えてみてください。大元を考えてみてください。大元って、それは責任転嫁でしょ。レコーディングはお前のリスナーさんで、お前が出したんだから。仮に、アメフェスって名前がついてあるんであれば、10-0で僕が何も言えないですよ。どういうこと？違う。鮫島さんの名前に逃げるなっつってんの。お前がレコーディングの話を俺に持ってきたのは事実なんだから。逃げるも何もだってか、そういう企画だったじゃないですか。じゃあ、なんて名前書いてますか？サメって名前書いてますよね。いやいやいや、お前が俺に持ってきた話だよ。レコーディング。テルチャンピンと鮫島と俺と和道で。昨日、電話最後の時に、うん、これからもよろしくな、なんかあったら協力とか意見言ってくれなって言って電話切ったじゃないですか。切ってるよ。ありがとうって言って、うん、だから僕は言ってもいい権限が全然いいよ、全然いいよ、あるんじゃないですか。だから言ったんですけ ど、なんでお前に言われる筋合いがあるのかっていう風になるのがちょっと理解できないんですけど。だからそれは俺がさっきから言ってるけどね、配慮がないって言うんだったらお前も配慮がないわけじゃん。自分ができてないことを人に言うのは間違ってるでしょって俺は言ってんの。配慮がないっていうのは、じゃあサメ島さんからとか、じゃあみんなから連絡ありました？だからサメ島さんにも言ったよ、サメフェスもぶん投げてんじゃんっつってるよ。俺だけど、言っとくけど、あのイベントは投げてないからね。いや、イベントを投げる投げないの話は僕はしてないですよ。うん、うん、はい、うん、僕イベント投げる投げないとかサメフェスとかのどうのこうのの話はしてるんじゃなくて、うん、意見を言ってもいいって昨日電話で言われたんで、うん、演者に僕は別に何を言われようか関係ないですよ、うん、例えば荒野も出る、アキラッパも出る、中根島も出る、生き神も出るっていう風になった時に、うんうん、その排除について考えたことはないのかっていう風な話をしてるんですよ。考えてるよ、毎日毎日毎日考えてるよ。で、このざまなんですかっていう話をしてるんです。そうです、このざまなんです。そうです、このざまなんです。そうです、このざまなんです。そうです。もうでもそれこのざまなんですって言われたら僕も何も言えないですよ、ね、いやこのざまなんだよ見ての通りなんだよ。だから申し訳ない、その演者さんに迷惑がかかると、ハトが。もうでも今その頭ない頭必死に使ってね、やってこのざまなんだわ、申し訳ねえ。だから結局、うん、うん、あれじゃないですか、うん、で、それで申し、それで話が済んだ話なのに、なんでそのサメフェスだとかどうのこうのって話になってくるんですか。全然わけわかんないですよ。だからそのまあまあもういい、もう断りがあったんで僕はもういいんですけどはい、うん、ただ僕は結構、うんうん、まあ僕と中西マンでしか話はしてないですけど、他の演者とは。いや、聞いたよ、リノネコも誘われたとかさ、いろんな人アメリカ人誘って、すごい盛り上げてくれてるよ、つって。だからめちゃめちゃ嬉しいよ。やっぱり、その、うん、僕からしたら、その、粋、うん、じゃないですけど、その和道さんが企画しようが、うん、過去に何があったかとか、僕からしたら関係ないんですけど、うん、まあ、その、うん、若手が目立てるイベントしかもお金をもらって人を集めてっていうイベントがなかなかないと思ったので、やりたいと思ったよ。いや思ってる、はい、うん、だって俺すげえ苦労したから、若手の頃、新人の頃、大手さんに全然絡めないし、やっぱブッキングしてもあしらわれるし、その、はい、なんつうの、やっぱ有名になるチャンスみたいな実力のある人を上げていきたいと思ってるから、だからそういう発掘の場みたいなものは作りたいって言ったのは別に嘘じゃないよ俺。だったら最後まで僕はもう別に人が来ようが来まいだろうがやり遂げるんだったら、うん、演者のことだけは最後考えてくださいって言って僕昨日電話切ったはずなんですけど、念を押して切ってるよ、切ってるよ、うん、それ覚えてる、はい、しっかり、うん、はい、うん、
なんでこんな僕は和道さんと言い合いしなくちゃいけないのか全然はわけわかんないんですけど。まあ俺もわけわかんないけど。そう言われたらもう一番わけわかんないですけど。うん、まあやるにしてもやらないにしても僕はもう何でもいいんで、うん、あとはもう和道さん決めることなんで、うん、ただやめる、やる、やらないっていうのをはっきりして、イベントをもしやるんであれば、うん、さ、なんていうんですかね、その、演者、出てくる演者とかがこういうことをしていると減っていくと思いますので、うん、配慮した方がいいかとは思います。もう時間もないですし。うん。うん、時間もないって、だってスケジュールと日付と、その場所が変更になったから時間が変わるかもしれないっていう話じゃん、昨日の話だと。はい、それ分かります、うん、ただその、うん、例えば今年中にするんであれば時間がないっていう話でちょっと言葉が足りなかったら申し訳ないんですけど、あ、ね、あ、いいね、はい、うん、そういうことか、はい、うん、まあそういうことです、うん、はい、うん、分かった、はい、すいません、はい、はい、気分が落ちたので花火ください。アイテムタイムです。気分が落ちたので花火ください。花火よろしくお願いします。ちょっとへこんでるんで、へこんじゃったんで花火ください。ちょっと一回へこんだんで、一回へこんだから、めっちゃへこんでるから、めっちゃへこんでるから花火ちょうだい。ちょっと喋れない。一回あげてくれ、頼む。ちょ、もう心折れた今。心折れたから花火ちょうだい。いや、一回へこんだからあげたいの。あげないと無理。一回へこんだから。頼む、花火くれ。一回花火くれ。一回あげたい。トークしたい、普通に。一発でいい。頼む、花火くれ。トークしたいから。心が折れた、俺は。心が折れた。うせ、ありがとう。頼む、本当に。気持ちよくトークしたいから。気持ちよく。ここで花火が欲しい。気持ちが折れたわ。壊れた、もうぶっ壊れた、心が壊れた、やばいよ、ぶっ壊れちゃったよ。頼む、ベホイミくれ、ベホイミをくれ、ベホイミを。 HP が足りないよ。ベホイミが欲しい、ベホイミが。心折れたわ。フフフフ。
ちょっと待って、あの、分かった、あの、瞑想を使うからちょっと待ってて、瞑想で自己回復するからちょっと待ってて。瞑想する。無理だよもう。花火ないの？花火ないの？今日は。今日なし？わかった。じゃあ押し込んだまま話すわ。気分が乗らないまま話すわ。それで OK?OK?、OK? もう花火上がんなそうだから。あ、終わったな、俺。もう死んだ。ノー花火でフィニッシュだよ。ノー花火？無理。じゃあ、ちょっと落ち込んだまま話すわ。ねえの？いや、結果、もう、やばいな、もう。もう無理かな。イベントやめた方がいいのかな。諦めた方がいいのかな。ねえ。諦めた方がいい？うん。どう思う？試合終了なの？試合終了なのかな。だってこれクレームの電話バンバンかかってくるよ多分。あの温厚なアメリカ人がブチギレだから。全てなくしたね。全てを失ったね俺は。終わったの？配慮がないって言われちゃったんだよ。配慮が、演者に対する配慮がないって言われたんだよ。もう昨日夜中の2時まで電話かけまくって、ごめんなさいごめんなさいで。水取ってくるわ。のんちゃん俺悪いの？悪くないよ。悪くないよね。クレームの電話が来るぞ。クレームの電話が、クレームの電話が。もしもし？もしもし？もしもし、ミール？ミールです。どうしたの？いや、解放に、うん、和道さんが電話してくれって言ってるって言われたんで。じゃあ電話してくれてる、くれって言ったんじゃなくて、別になんか解放が心配してて、ミュールと会ったとオフ会で。ええ。うん。で、そのなんか、あの、仲直りしなよって言われたの、解放に。なるほど。だから普通にコメント打ったりとか見て、別にいいよってミュールに伝えといてって一言言ったのよ。電話してこいじゃなくて、俺はね。普通に。そういうことなんですね。そう。分かりました。言いたいことあんなら今全部ぶちまけていいよ。チャンスだよ俺。とどめさせるよ今。あなたのこと3年間だいぶ応援してきました。うん、言っていいよ。もう続けて、うん、続けて。支援もしてきました。いっぱい支援してくれたよね。でオフ会全部出席してきたもんね。うん。でにもかかわらずあの態度だったんですよあなた。 あの態度じゃリスナーさん分かんないじゃん。まあいろいろ。いいよ言っていいよ。ディティールを説明しなよ。リスナーさんに伝わるように被害があったんでしょ。いっぱい傷ついたわけでしょ。ですね、うん、まず LINE が来ましたよね。 LINE？ ええ、俺から LINE をしたってこと？もう俺に二度と関わるなと。それはだってさ、あれだよ、もう喧嘩したでしょコメントで。
で、もう和道の、あの、リスナー辞めるって言ったじゃん。で、その後に LINE 来たから関わるなって言ったんだよ、俺。和道のリスナー辞めるって書いたのは、あなたが俺の枠にはもう二度と来るな、コメントするなって言われたからそう書きました。言ってないよ。俺からそんなこと言いません。俺からそんなこと言いません。ミュールが言われたんです。言われたんじゃないって。ミュールが自分で言ったの。もう私来ない方がいいんじゃないのかなって。いや、来る気がないんなら来なきゃいいじゃんって言ったんだよ。言い方考えてよ。俺からミュールにいきなりそれだったらさ、何にも言われてないのに、いきなりお前もう見んなって言ったことになるじゃん。違うよ、全然話が。時系列が。でしょ？ミュールがさ、私もう和道の放送見ない方がいいのかなって言い出したんじゃん。そうでしょ？で、だったら見なきゃいいんじゃないのって。見る気がないんだったらって。じゃあもう見ないわって言ったじゃん。ミュールが。あ、じゃあそういうことにしましょう。そういうことにしましょうじゃん。それは録画残ってるよ。他にもいろいろ言われました。何いろいろって。え、だってさっきも関わんねえってコメント打ってたじゃん。だから、ああ分かったよって言ったじゃん。納得いかなかったから突したです。いいよ、全然納得いかなかったら受けるよ、うん、で言いたいこと言ってバンバン。俺も言いたいこと言うから全然聞くよ。うん、いいよ、喋りは俺の方がさ、うまいんだから、ミュール不利なの分かるから、思いっきり手加減しないで言うから、俺も。いいですよ。うん。ミュールも本気で言えばいいじゃん。俺のこと嫌いなんでしょ？だから放送見ないって言ったんでしょ？だったら俺からしたらさ。嫌いですね、今は。でしょ？あなたの性格も疑ってますから。うん、何、性格を疑ってるってどういうこと？あ、3年間これだけ応援してきたにもかかわらず。うん。あんな言われ方して配信上で。俺だってさ、ミュールにさ3年間応援されてたのに私見ない方がいいのかなって言われたら傷つかない？俺だって人間なんだよ。俺めちゃめちゃ傷ついてるから。人間だったんだ。いや人間だけど、なんだと思ってたの俺のこと。さあ、なんだと思ってたの？ドブネズミだと思ってたの俺のこと。今はドブネズミですね。それ以下じゃないですか？もう何じゃあドブネズミ以下って何？うんこ。あの私が言いたいのはですね。うんこかって聞いてんだよ。ドブネズミ以下ってなんだよ。うんこか。俺うんこだと思ってんのお前。お前うんこと話してんの。ねえ。まあ、そういうことになりますね。うんこかよ。お前うんこと話してんのかよ。そうですね。おい、いいよ、じゃあいいよ。お前、うんこだと思ってたんだ、俺のこと。うんこにトツかけてんのかよ。マジかよ。今、うんこだと思ってんの、俺のこと。今はね。マジかよ。クソディス。もう、あなたとの信頼関係は、もう完全になくなってますから。知ってるよ、そんなの。俺だってないよ、ミュールに。でも、俺は、ね、ミュールが放送見たがってるのかなって、カイホーが言ったからね。放送見たがってんのかな、見てくれるのかなって言ったら、俺はウェルカムだよって。知ってるじゃん、さっぱりしてんの。知ってますよ。知ってるでしょ、超さっぱりしてるでしょ。だから別に好きな人は見てもらって超ウェルカムだし、嫌いな人は見なきゃいいっていうのが昔からのスタイルだよ。うんこだけどね。させていただいたのはですね、喋るうんこだけどね。ええ、ああ。ですから今回突させていただいたのは、うん、さっきに一回突しましたよね。切りましたよね。切ったよ。だってアイテムタイムだもん。で、コメントしましたよね、私。したよ。あなたに未練があると思われたら、皆さんに困るので。いや、みんな知ってるわ、未練ないの。まあ、ならいいんですけど。だって見てないじゃん。私は。だって見てないでしょ。私は。見てないでしょ、俺の放送。見てないですよ。ロムってもないじゃん。ロムってもないですよ。でしょ？だったら別に未練ないの知ってるよ、みんな。ミュールが俺にもう、もう俺のことうんこだと思ってるよってみんな知ってるよ。あ、ならいいです。うん。ねえ、みんな。知ってるよね？知ってるよ？大丈夫だよ。あ、大丈夫なんですね。うん、私はあなたに未練は一ミリもないですから。知ってるよ。
うん。うんこなら OK です。はい。うんこでした。失礼しました。はい。何俺、うんこだと思われてたの？ミュールにとって俺、うんこなの？ねえ。うんこなの俺。もう、いいよ。じゃあ、いいよ。言いたいことあるんだったら、全然トツ受けるよ。もう殺せ。もうこのまま。殺せばいいじゃん。とどめ刺すなら今だよ。うんこだよ。うんこ。うんこだよ。うんこ。うんこ以下だよ。もう未練ないって。未練全然ないって。うんこ以下だよ。いやもう終わったんだよ。終わったんだよもう。もしもし。もしもし、トムソーヤ池上です。あ、トムソーヤさんどうも。はい、昨日はすいません。結構なんか周りから言われてるみたいなんですけど。はい。自分は和道さんの味方です。マジっすか。はい。僕の味方みたいな。自分も。うん。8月10日にイベントやって。イベントやったんすか？え、誰ゲストで呼んだんすか、はい、イベント。便所太郎さん、ノエルさんとアメリカ人さんです。便所太郎とノエルとアメリカ人、すごい豪華じゃないですか。ブッキングめちゃめちゃうまいっすね。はい。で、うん、どこでやったんですか、まあ、会場は。やったのは新宿ですね。おぉ、え、何キャパどれくらいでやったんですか、まあ、キャパが、まあ一応ホームページ上では50って書いてあったんですけど。うん。実際行ってみたら10ぐらいしか入んなかったっていう感じ。あ、10人ぐらいのキャパだったんですか。はい。何人お客さん来たんですか。は、まあ、2人しか来なかったんですけど、でも結果的に楽しかったから、はい、まあ、自分的には最高だったかなっていうふうに思います。最高ですよね、楽しかったら。はい、そうですよね。なんでやっぱり、はい、周りから何か言われても、はい、なんか楽しい、自分とか周りが楽しいイベントをやったら成功になるんじゃないかなと思って、はい。え、伊賀神さん応援してくれるんですか、僕のイベント。はい。主催者として、はい、同感な感じです。あ、ちょっとアドバイス欲しいんですけど、僕、生まれて初めてイベントやるんですよ。はい。だから、その、イベントを経験してる、やっぱ先輩からアドバイスいただけないですか、その、どういうところ気をつけた方がいいとか、その、はい、どういうところを演者さんに配慮した方がいいとか、その、裏側のエピソード、ちょっと、アドバイスください。まあ、スケジュールとかを、いついつやるっていうのを、はい、で、みんなにいつが都合がいいかっていうのを聞いて、うん、それでみんながこの日がいいっていうふうに集まったところで、はい、それを やろうかみたいな、みんな、主催者が決めないで、はい、周りに日にちいつがいいかって聞いてから、はい、開催するのが一番いいかなって思う。なるほど。思って自分もそれで今回やってみました。うん。何ヶ月ぐらい前から動いてたんですか、その、便所さんとかノエルさんのブッキングは。自分は、はい、4月から募集したんで、あ、5月から募集したんで、5月から募集して3ヶ月前から、はい、3ヶ月前です。ほう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 。ああ、やっぱ3ヶ月前が基本っすよね。はいはい。いや、もうぶったたかれてます。はい、頑張ってくださいってことで。はい、頑張ります。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、失礼します。失礼します。いや、先輩から電話かかってきたな、パイセンから。少し救われたわ、トムソーヤさんに。少し救われたわ俺。もう心ボロボロだよ。もしもし。もしもし。和道です。はいはい。さっきはごめんね。今運転中なんだけど。あ、いやいや、僕も。俺は本当にチャンスを与えたんだよ。知ってます。うん、それをお前が台無しにしてどうすんだよ。はい。お前昨日言ったべ、俺も配信が電話の時。はい。お前次第なんだから。はい。やる気がないならやんなくていいんだよ、本当に。いや、もう。イベントもやる気がないんだったらやるな。はい。一人でやるイベントすら投げるやつが、はい、ね、大勢で成功させようっていうイベント成功はできない。はい。で、じゃあ俺がね、サメフェスの時ってお前の言う通りだよ。いやいや、お前の言う通りだと思う。
いや、すいません。でも何が違うかって考えてみろよ。はい。いや、まあ、ネームバリューと信頼と実績っすね。鮫島さんっていうその生主の実績と自分の今までやってきたことの実績違いますね。あれ？もしもし。ライン切れた。あれ？鮫島さん電波悪いっす。あれ電波悪いな。あれ切れちゃった。放送見れてる？こっち側の電波じゃないよね。あ、来た。あ、もしもし、電波。ごめんごめん、Wi-Fi 拾っちゃった。Wi-Fi 拾っちゃった。あ、了解です。な、はい。俺とお前では立場が全然違うんだよ。実績が違いますね。だから俺が偉いとか言ってるわけじゃないんだよ。はい。ただ、お前ははっきり言って、はい、俺とは全然立場が違って、自分が分かってるね。はい、分かってます。それ、俺は別にお前にそれをひけらかすために言ってるわけじゃなくて。あ、それは分かります。だからって、お前は俺の立場になれるんだよ。なれないっすよ。なりたいっすよ。だから俺は楽してこの立場にいるわけじゃないんだよ。分かってます。いろんなことを経験してお前以上に叩かれたよ俺。はい、うんこ食ったりとか。俺は悪いけど、はい、元祖特定やった人間なんだよ、はい、一番最初に。はい、まあそれはそれはすごい叩きだったよ、はい、お前なんか火じゃないよ。はい、今叩かれてへらってるやつなんか目じゃないぐらい叩かれたよ俺は。はいね、実家の親の写真撮られたり家撮られたり、もう実家なんか何人も来たよ。はい、なネットやめさせろって。はい、もう手紙だって来たし、無記名の。はいね、でもね、だからお前に言ってんだよ。はい、うん、言ったことはやれと。はい、でお前がクズで言おうが何だろうが関係ねえし、別にクズだったらクズを貫き通せよ。はい、俺はクズを貫き通して今の立ち位置があるんだよ。はいね、そこでお前と俺を同列に語られたら、俺の歴史ってのはお前よりはるかに長いわけで。はい、お前が俺の歴史を知ってるわけがないんだから、いろんなことを。そうですね。知らなくて当然なんだから。もう3年ぐらいしか知らないですね。うん。ここ3年ぐらい。でも、うん。お前聞いてるふりなの？はい。お前聞いてるふり？それとも真面目に聞いてる？ま、いや、真面目に聞いてますよ。なんすか聞いてるふりって。だったら今から大阪行け。いや、もう旅はもう、投げちゃった。旅じゃない。お前の言ったことなんだよ。投げ出すのかお前は。そうやってそんなやつがイベントやるっつって誰がついてる。いや、もうイベントももうやめようかなと思って。おかしいだろお前言ってること。アメリカ人に何つったんだよお前。じゃあなんでアメリカ人にそれ言わねえんだよ。何をすか。やめようかなと思うんだったらアメリカ人に言えよ。ごめんね、協力してもらって悪いけど、はい、今俺はそんなことできる自信がないよって。いや、なんで言わねえんだよ。アメリカ人と電話でやめようかなって今思ってて。だから違うだろ。はい、あの時はお前はやるっつったろ。あの時は言いましたよ。それはアメリカ人は協力してくれてる人間なのに、なんでお前敵対するんだよ協力者に。なんであんな言葉遣いするんだよ。お前の唯一の味方だぞ。いや、だってその昨日電話で話した。だから昨日のこととかどうでもいいんだよな。いや、正直でもアメリカ人に言われて腹立つじゃないですか。腹立たない。お前はイベンターなんだよ。はい、お腹立っちゃったんですよ。何が腹立つだよお前。便所太郎がそんなこと言ったか一言でも。うん、言ったかお前。いや、言ってないですけど、便所さんではないんだよ。言ってねえのになんでお前言ってんだよ。いや便所さんではないんだよ僕は。だからお前は便所と同じことをやりたいんだろ。いや、便所さんと同じことをやりたいわけじゃないですよ。もちろん便所さん尊敬してるし、捨て頃すげえなと思って。お前さ、便所は一人でやるんじゃないんだよ。アメリカ人とかいろんな人の協力を得てやるんだよ。はい、そのね、仲間に対してムカつきましたなんて言ってて、はい、お前イベントができんの。いや、正直ムカついたのはムカつきましたよさっきの。だったら成功させろよ。ムカついたら、だったら完璧にしろよ。お前が大成功させろよ。ムカついたら、ムカついたら何投げ出すの。いや、もうなんかその向いてねえんじゃねえかっていうのは。向いてねえかどうかやってねえだろお前、はい、まだ。いや、やってねえのに向いてねえって自分で決めんじゃねえよ。だったらなんでそんな企画自分であげたんだよ、はい、いや、だから自分でやろうと思ったからあげたんだろ。あげましたね。誰かにやれって言われたんかよ。いや、言われてないです。自分でやりたいと思いました、ね、お前が自分でやりたい。俺にはこれができると思ったから言ったんだろ。それで協力してくれるのがアメリカ人とかいたんだろう。はい、だったらそこだけでも成功させろよ。いや、そう思ってたところでなんかこう噛みつかれたら何なんすかみたいに。いや、噛みつかれたらじゃねえんだよ、はい、最もない意見を言ったんだよな。それを受け入れろ。お前は、お前には悪いところしかないんだ今。いや、悪いっすよ。もうクズっすよ。いや、わかりますよ。クズっすよ。もうちょ、まずしいや、クズっす。クズっす。
いや、クズかどうかなんかどうでもいいんだよ。お前がクズだろうが何なのか、最初からみんなクズだって分かってるよ。はい。ね、いやね、もう、いや、もう期待されてないし、正直。だったら期待されてないこと見返さないの。お前はそれは悔しくないの。いや、悔しいですよ。悔しいけど、もう、なんか、もう、もう、もう。悔しいんだったらやれよ。いや、悔しいですけど、僕は今まで泣き寝入りをしてきたんで。だから泣き寝入りすんな、今までだろ。これからは違うんじゃないの。いや、もう本当。それとも今までと同じようにね、生活保護を不正受給したりして生きてくの。いや、不正受給なんかしてないですよ。なんすか、それ。しただろ、もういいよ、どうでも過去の話。してないですよ。もうどうでもいいよ。やるんだったらやれよ。いや、やらないっす。最後まで。やらないっす。じゃあイベントもやんないの。だってアメリカ人に連絡しろ。お前俺に散々な名前聞いたんだろ。はい、な、全員に連絡しろよお前。わかりました。はい、やらないすいません、決めました。うん、あ、へこんだんでアイテムお願いします。ちょっとへこんだんでアイテムください。ちょっと花火で元気ください。花火欲しいです。花火よろしく。花火ください。ふぅー、いやほい、いやほい、花火、花火、花火、いやほい、花火ください。元気出たいんで、ヘタレです。え、誰でーす。いやほい、いやほい、いやほい、口だけいやほい、配送いやほい、ゴミくずいやほい、のんちゃん酒買ってこよう、酒飲もう。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、余ってるウイスキーあったでしょ、そこにちょうだい、もう飲むぞ、今日は。ヘイ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 、いやいやいや、ほい。大阪行かない、いや、ほい。いやいやほい、逃げ逃げ、いやほい、いやほい、いやほい、祭りありがとう、うわ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 、お祭りありがとう。どうした？お酒あったでしょ？ダンボールの中に。なかった？ダンボール下かな？ありがとう。KP、KP。ブルロリー、いやほい。うんこで、いやほい。
死ね死ね、いやはい。クズや、クズや、ラムネココありがとう、ラムネココありがとう、イベント、イベント、才能なくてワンツースリーフォー、根性なくて、人望なくて、逃げ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 、キャンセルイヤホイ、キャンセルイヤホイ、キャンセルイヤホイ、イベントキャンセルイヤホイ、人望なくすイヤホイイヤホイ、残念イヤホイ、残念イヤホイ、逃げ逃げイヤホイ、出せ出せイヤホイ、えい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 、ゴミくずイヤホイ、キャンセルイヤホイ、うんこでイヤホイ、才能なくてワンツーイヤホイ、ゴミくずイヤホイ、えい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 、うんこでイヤホイ、旅団は解散、旅団は解散イヤホイ、ふぅ、口だけイヤホイ、解散イヤホイ、えい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 、ラムネありがとう、旅やめ今ほい、旅やめ今ほい、旅やめいやほい、旅やめ今ほい、旅やめいやほい、わたあめいやほい、解散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 いやほい、へい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 、裏切りやほい、裏切りやほい、いやーだいぶ減ったぜ、だいぶ減ったぜ、だいぶ減ってきたぞ、だいぶ減ってきたよ、ふわ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 、あ、風船ありがとう、ラムネをありがとう、謝罪はしません、イヤホイ、ラムネをありがとう、謝りません、ラムネ花火ありがとう、花火ありがとう、ワンツーイヤホイ、匿名イヤホイ、花火でイヤホイ、花火でイヤホイ、小杉小杉小杉、小杉小杉小杉祭り、小杉祭り、 KP 花火最高、死ね死ねイヤホイ、アンチでイヤホイ、死ね死ねイヤホイ、イエイイエイイエイ、死ね死ねイヤホイ、死ね死ねイヤホイ、小杉小杉小杉祭り、前科三パン、三パンイヤホイ、前科でイヤホイ、前科でイヤホイ、騙してイヤホイ、負け負けイヤホイ、ウェイ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 、あああ。中止でイヤホイ、イベント中止でイヤホイイヤホイ、ウェイ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 、
オレオレイヤホイ？前科でイヤホイ？信用ゼロね、イヤホイイヤホイ。花火ありがとう KP、 花火ありがとう KP、 KP イヤホイ、花火でイヤホイ。ラムネありがとう。ワドちゃんタイムだよ。ブロリー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  NG ワードだよ。 NG ワードだよ。ブロリー NG ワードだよ。ブロリー NG ワードだよ。イエイ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 。ブロリー NG ワード。おかわりイヤホイ、おかわりイヤホイ、おかわりイヤホイ。飲むぞお前ら、とことん飲むぞ今日。飲むぞ飲むぞ。イエーイ。ブロリー頑張ってるよ。小月でいいやほい、小月でいいやほい、小月でいいやほい、小月でいいやほい。はためいやほい、わためいやほい、ブロリーいやほい。ラムネありがとう。とことん落ちろ、イヤホイイヤホイ。信用ないです、信用ないです、信用ありません。おい、ハートありがとう。ボンちゃんイヤホイ。才能ありません。ラムネありがとう、ラムネありがとう。怒られイヤホイ。ワドツでイヤホイ。のんちゃんイヤホイ。オワコンイヤホイ、オワコンイヤホイ、オワコンイヤホイ、オワコンイヤホイ。ラムネありがとう。ノリコでイヤホイ、口だけイヤホイ。サメ島イヤホイ。風船ありがとう、みどりさん。絶縁イヤホイ、絶縁イヤホイ。ラムネプレゼントありがとう。黒歴史、黒歴史、黒歴史。
黒歴史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 俺はゴミクズだよ、ゴミクズ。俺はゴミクズだよ。ゴミクズだよ、ゴミクズ。飽きたわ。あー疲れた、もう。もうダメだ。もうダメだ、俺は。チンカスだよ、チンカス。もう終わったんだよ、信用も何もかも失って。花火師を失い、信用を失い、全部失ったから。お疲れ。ゴミクズだよ、飽きたわ。ゴミクズだよ。いいよ、もうぶったたかれる運命なんだよ。俺の味方、トム・ソーヤ、池上しかいないんだよ。俺の味方はトム・ソーヤ、池上さんしかいないんだよ。もう信用がなかったんだよ。信用失ったな、ロータスな。うんこだよ、うんこ。もうゼロだよ。何もかも失ったんだよ。何もかも失ったんだよ、もう俺は。何もかも失いました、僕は。死んだんだよ。もう和道っていうコンテンツは終わったんだよ。リスタートだよ、リスタート。リスタート。マイナスだな。フォロワーが減り続けるんだよ。フォロワーが。もう旅やめた。もう旅やめた。もう終わったよ。もう後輩からの信用も失い、先輩からの信用も失い、ついにうんこになり下がったんだよ。うんこに。もううんこですよ、僕は。ただのうんこ。旅やめた。旅も企画もやめ。もう。旅も企画もやめ。味方いるかな、矢野ラッキー。旅やめたわ、マルキー。うん。まあ、信用なんてしてないもんな。うん。もうダメだ。風船塾ありがとう。うんこ製造機だよ、うんこ製造機。うんこマシーンだわ。うんこマシン。うん。うんこマシンですよ、僕は。いやー、もう心折れたわ。もうゴミクズだよ、ゴミクズ。ゴミクズですよ。解散してよ、旅団は。旅団は正式に団長から解散命令が出たから。解散しました。解散です。うんこですよ、うんこ。
いやもう言われたことはやるとかじゃない、もうゴミなんですよ、つっちーさん。ゴミクズなんですよ、僕は。ゴミクズ。もう俺はファンの信用を失って、ファンもいなくなり、フォロワーも減り。フォロワーも減り。もうすべてを失ったんだよ。もう LINE なんで今、つむつむしか来ないよ。つむつむ一緒にやりませんかって。つむつむやりましょうってなってるから。死んでしまいました、もう。解散です。もう池恥ですよ、池恥。すべて失った今日。飲みすぎたわ。ちょっと飲みすぎた。あざらせありがとう。もう死んだよ俺は。オワコンだよ、オワコン。コッコ聞くわ。もう俺この放送次枠いらないでしょ。もうコッコ聞くから、コッコ。この放送終わったらコッコ聞くわ。コッコいいの、次枠いらないでしょ。もうオワコンなんだから、もう信用もないし。コッコ聞いて終わりだよ、もうコッコ聞いて。飲みすぎたわ。コッコメドレーだよ、のんちゃんと。飲みすぎた感出てるぞ。飲みすぎたわ、本当に。コッコを聞く。もうメンヘラ御用達シンガーソングライター、コッコ。もうダメだね、ぶっ壊れた、ヤナラッキー。ブリリアントグリーン聞く。ブリリアントグリーン。次役いらないでしょ。こんなぶっ壊れた配信者見てどうすんだよ。いやもう、便所太郎さんももう見限ったでしょ、もう。イベント誘われることないよ、もう。もう一生孤独なんだよ。一生孤独。もう開き直ってっから。一生孤独なんだよ俺は。もうね、誰からもお誘い来ないし、もう誰からもコラボもうされないんだよ。もうゴミクズだよ、うんこだよ、配信会のうんこですよ。パチンコ行こうかな、パチンコ行こうかな。いやもう次役なんて、こんなん荒れてる状態でもう無理でしょ。花火も飛ばねえし、花火師さんいなくなっちゃってさ、もう閲覧もフォロワーもいなくなって。もうゴミだよ、ゴミ。俺はパチンコやってるのがいい人生だったんだよ、パチンコ。パチンコをやって酒飲んで、女ぶん殴って、で、もう、なんか誰、孤独死だよ、孤独死。もう信用、アメリカ人とか、鮫島さんの信用を失って、もう鼻つまみもだよ。鼻つまみも。スロットイヤホイ、スロットイヤホイ。今日勝てる気がする。今日は勝てる気がする。いやもう旅団解散したから、三男坊。もう旅団なんてなかったんだよ、幻想だったんだよあれは。旅団は解散しました、旅団は。いやもうこんなん一時だけだから、今日だけだから、花火上がんのなんか。今日だけ、絶対今日だけ。もう終わったんだよ俺、死んだ。絶対閲覧もうね、もう今日以上の閲覧になることはない。もう30ですよ、閲覧30ですよ、これからの俺は。幻想だったんだよ、夢だったんだよ。もうずーっと閲覧30、閲覧30ですよ。言われっぱなしだよ、もうボロボロだよ。もう収入なんてないよ、うん、ないよね。ゴミクズだよ。今日だけだよ。今日終わったんだよ俺は。旅団は死んだんだよ。旅団はもうない。
ゼロに戻って、ゼロどころないよ、もうマイナス5000とかだよ、マイナス5000。いやもうダサいよ、クソダサいでしょ、クソダサい生き方に落ちたんだよ、もうクソダサい生き方に死んだんだよ和道は。もうもうダメだよ、もう過疎生主ですよ、閲覧4とか、うん、知ってるよ俺配信長いもん、配信長いもん、もう無理だよ、うん、オールアンチだよね、アンチ7割って言われてたのに今日 99.9999% アンチに変わったんだよ、全員的になったんだよ、もう包囲網ですよ、包囲網、和道っていう城は落ちたんだよ、眉毛も失い、ヒゲも失い、もう死んだよ、もうゴミクズだよ、そう地盤沈下ですよ、地盤沈下、無理でしょこんなの、こんな中で囲うやつなんか出てこないよ、囲われてなんぼなんだから、花火なんか、花火なんて囲われてなんぼなんだから、もう過呼吸だよ、過呼吸、過呼吸ですよ、用なしだよ、もうもう次枠なんて閲覧30だから、次枠閲覧30だから、ね、死んでほしいでしょ、死んでほしいでしょ、裏ドラ乗るかな、数え役満だよね、数え役満、かっこ9いや、はい、うん、減らってるよアリス、うん、いやアンチでしょ、じゃあアンチの人手挙げて、アンチの人手挙げてください、アンチの人手挙げて、もう 99% アンチだから、いやほい、いやもうもう全部失ったよ、全部信用失ったよ俺は、終わったんだよ、うん、ほらアンチばっかりでしょ、アンチばっかりでしょ、ほらほら全員手挙げだもん、ほらアンチばっかり、いやもう酔っ払いすぎた、飲みすぎたよ、ほら飲みすぎ、もうベロベロだから今、のんちゃんお酒ありがとう、もう敵しかいない、のんちゃん。どうしよう、もう、やばった、やば、やばいよ。終わったよ。終わった。死んだな。ああ。死んだよ。ほんとに。いや、まあ、99% アンチだよ。ヘもいるけど。うん。ヘもいるけど。旅団にはもうごめんねは言わない。ごめんね言うと悲しくなるから。うん、ああ、飲みすぎた。終わったんだよ。いや、兵いるよ、兵いるよ。でも終わったんだよ、俺はもう。余談解散しました。ハチミツ食べたいな。ハチミツ食べたいな。旅団解散、ともきさん。旅団解散です。旅団は名乗らないでください。解散式やったよ。さっき花火飛んでた？花火、ありがとう！いやほい！花火ありがとう！ありがとう。引退です。旅団は正式に解散し引退しました。もう旅には出ません。いや、がっかりだよね。俺もがっかりだよ、自分に。国庫風に長渕歌って。だけど、飛び魚の、あっちはくぐって。
せたから島が見えるから何もしなわずにせ同じでバスタンバイラああ喉に喉にダメージが旅団は引退したよ全員、旅団は引退したいやはーいいやはーいイベント中止です、はい、ツイッターご確認ください。配信は引退しないよ、配信は引退しない、いや完全に減らったよ。いやもうリスナーね大事にできないでしょ、愛がない男だから。俺には愛がないんだから。そうゴミクズなんだよ、人を愛する資格がないんだよ、もうミウルに、ミウルももう興味がない、うんこ以下だって言われたもん、もう死にて、本当に死にて、マジで。返金はしません、返金はしません、配信は引退しませんよ、配信は引退しません、もうぶっ壊れた、もうもう死ぬ勇気がないよ俺には。国庫を聞いて減らることぐらいしかできないよ。ファッション、ファッション自殺だから俺は。あー、マルキーイルニオスなんだ。うん、わかるよ。わかるよ、マルキー。うん、覚えてるよ。当たり前じゃん、合ってんだから。いや、はい。わかるよ。もう孤独だよ。強い孤独を背負ってるんだよ、俺は。強い孤独を。いやもうレクチもいなくなったし。花火ありがとうにゃーん、花火ありがとう、孤独死いやはい、孤独死いやはい。1億円なんて無理っしょ、配信で1億円どころかもう10万円も稼げねえよ。もう無理だよ、もう無理。いいよ、もう人が離れていったんだよ、もうもうしょうがないよ、人が離れていったんだよ、もうまっさらになったんだよ、あの頃のように、オレオレ詐欺で捕まって刑務所から出てきたあの頃のように。わかる？たった一人で歩いていかないといけなくなったんだよ、こっからは。一人で。険しい道を。千人の敵を常に携えながら、千人の敵を携えながら、俺は歩いていかなくちゃいけなくなったんだよ。終わったんだよ、俺は。俺は死んだんだよ。いや、逃げてないよ。いや、逃げてるよ。偽りの自分っていうかもうクズだね。ダークフォースに落ちたね。グズマン。グスマン。俺は今、ダース・ベイダーの気持ちわかるよ。ダース・ベイダーの気持ちが。アナキン・スカイ・ウォーカーといつか戦うんだよ。人は変われなかったね。やっぱり人は変われなかった。やっぱり人はダメだったんだよ。凡人だよ、凡人。凡人。そう、スタートラインにすら立てなかったんだ。もう全てが崩れ去ったんだよ。生活保護は不正受給じゃありません。次言ったらブロックします。そう、少し息が長かっただけなの、もうたった今日この瞬間死んだ、もう。死んだ、減らった、壮絶に減らった。
減らった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 水飲むわ。全部ダメだったと思う。生まれてきた時からもうダメだったの。もう生まれてきちゃいけない子供だったんだよ俺は。生まれた時点で屠殺をされないといけなかったんだよ。屠殺を。日本っていうこの世界、地球っていうその秩序を保つために生まれた瞬間に死ねばよかったんだよ。生まれた瞬間に死ねばよかったんだよ。うん、生まれた瞬間にやっと分かったよ。答えが出たよ。そう、真っ当には生きられなかった。そう、運命に。悪魔の子供だよ。悪魔の子、悪魔の子だったんだよ俺は。うん、残念ながら悪魔の子はどうだよ。いやもうだから生まれちゃいけなかったんだよ。もう生まれちゃいけなかった。うん、生まれた時に親が殺さないといけなかったんだよ。この寄り目はダメだって。この目の寄り方は危ないっていうことに母親が気づかないといけなかったんだよ。生まれた瞬間に目が寄ってると、この子の顔はダメだって気づかないといけないの。母親はこう首を絞めなきゃいけなかったんだよ。もうこの目の寄り方はおかしい。いやそうでしょ。そうダミアンでしょ。だいたい寄り目の男ってだいたいダメだから。寄り目の男は大体ダメなんだよ。女の子はいい。女の子はチャーミングなの、寄り目。寄り目の男大体気違いだから、本当に。大体だってニュースで捕まるやつ、大体男でさ、悪いことやってさ、ニュースになるやつ、大体寄り目だから。大体寄り目。うん。うん。そうでしょ。寄り目でしょ、大体。99% もう遺伝子が、劣性遺伝子で失敗してたんだよ。うん。寄り目だから。寄り目、大体寄り目。俺は成田で生まれ、ナンマポで育ち。寄り目のやつは大体友達。あれ電話かかってきた。あれ。もしもし、寄り目です。もしもし、うん、寄り目ですけど寄り目さんですか。寄り目だよ。間違えました。俺が配信会で一番寄り目の悪魔の子はどうだよ。たくさん飲みましたね。飲んだよ。もう飲みすぎたよ。、うん、いや今日高速乗っててずっと聞いてたんだけど、うん、いやなんか大変だったね、うん、大変だった。もう、もう俺はもう死んだ。心が壊れた。なんか昨日のことは分かんないけど、うん、みんなに電話したんでしょ？夜中に、そう。うん。夜中ずっとブッキングやってて、寝なきゃ寝なきゃってなって、うん、朝8時に起きなきゃ起きなきゃってなってたんだけど、うん。でも、ブッキングとかあったし、配信会でも頑張んないとと思って、うん、いろんな人に連絡して、うん、で運営さん夕方イベント確定してたんだけど、うん、なんか通報入りまくってて、で運営さんからね、うん、イベントできなくなって、で一人一人謝って、うん、そうで、でも旅行かなきゃと思って、うん、で3時頃寝て、早起きしてたね、うん、うん、8時の約束だったんだけど10時ぐらいになったね。9時ぐらいか、そう。なんか、うん、ね、和田さんなりに一生懸命やってたのに、うん、なんか仲いい人からあんな言われ方したらそりゃ心折れるよね。心折れた、もうダメだった。なんかみんなはさ、うん、すごく、うん、和田さんのためを思って言ってるんだぞっていう感じで喋ってたようだけど、うん、あれは文句だよね。うん、いやでも力がなかったんだよ俺に。まあでも、うん、そうムカつくのは気持ちわかるし、うん、うん、だからもうそういう時は変にこう、うん、気張らないでさ、うん、なんか
そ、俺だって俺なりに頑張ったんだから、そんな言い方ムカつくよ、うん、でもごめんねって、うん、もう素直に言っちゃった方が、うん、見てる人も、うん、和田さんの気持ち分かってあげれるし、うん、うん、やけになってはダメだよ。うん、うんうん、まだ遅くないし、あの多分鮫島さんも、うん、なんか和道さんがアンチとかに叩かれてて自分の昔を思い出した だろうし、うん、応援する意味で、うん、ね、うん、電話してきてくれたわけだから、多分和道さんに、うん、じゃあもう俺イベントやめますって言わせたかったわけじゃないと思うんだ。いやもうね、やっぱね、ダメなんだ、やっぱ向いてなかったんだよ。うん、そうかな、うん、まあなんか少人数でも、いや、 そのいやこれが俺の限界よ本当に。そうかな、うん、いや才能なかったんだよ本当に、あの努力も足りないし根性もないし、やめるよイベントは、うん、じゃあ、うん、なんか今アンチの人いっぱいいるから、そのアンチじゃないよって言ってる人のコメント結構流れちゃってるけど、うん、全然その、うん、なんだろう、大手の配信者さんとか関係なく、うん、和道さんの、うん、あのリスナーだよっていう人たちだけでちっちゃいイベントを試しにやってみたら、全く新しく、うんうん、もうイベントはやめる、もう一生やめるよ、いい、あ、うん、そう、うん、やめる。でもあのじゃあ、うん、分かった、じゃあ今回はやんなくてもいいけど、うん、そう、一生やめるっていうのはやめよ、うん、次もしまた何かチャンスがあったり誘ってもらったりして、うん、イベントやろうってなった時に、うん、一生やめるって言ったから俺はできないってなったら、うん、自分で自分の首絞めてるから、うん、うん、今回は、うん、じゃあこうまた、うん、なんか一旦整理して、うん、とりあえず皆さんに、うん、報告したら、うん、一生やめるじゃなくてまた機会とか自分に、うんうん、そういう巡り合わせが来た時に、うん、その時はまたその、うん、お話しすることがあるかもしれないですって言って、うん、うん、分かった、その今で一生決めることないよ、分かった、うん、約束するわ、今回はあの力不足だったってちゃんと謝ってリスナーさんに、うん、で、うんうん、一生辞めるとかさじ投げないで、うん、あの機会があったら頑張るっていう、この電話終わったらリスナーさんに、うん、ありがとう、うん、うん、いやいや、なんか、うん、何もしてあげれないけど、うん、うん、すげえ嬉しかった、ありがとう電話、うん、うん、じゃあまた、うん、うん、ありがとうね、配信聞きます、うん、うん、またね、いい、バイバイ、ありがとう、は、うん、はーい、はい、やるわけねえだろー、一生やめるぜ、イベントなんて出ません出ません、主催もしません、うわふわふわふわ、のんちゃん酒だ、イベントなんてやらないぜ、一生やらねえぜ、部屋で引きこもり、酒酒酒、ふわ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 、ゴミクズイヤホイ、ゴミクズイヤホイ、ゴミクズイヤホイ、イエーイ、失った信用なんて取り戻さねえぜ、信用壊せ信用壊せ、ふわ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 、ふうふわ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 、ふわ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 っち、ふわ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 っち、KP KP、また一人敵を作ったぜ、また一人囲いを失ったよ、囲いを失ったよ、みんな信用壊せ信用壊せ、ゴミくずイヤホイ、えい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 、囲いは囲いは囲いはいりません、囲いはいりません、ファンゼロに目指せ 100% アンチ、ゴミくずイヤホイ、余談に騙されてでイヤホイ、信用壊せ、
ゴミくずイヤホイ、ノードルク、ノードルク、いいか、自分の運命、身の丈を信じろ、身の丈に沿って生きていけ、欲張るな、金なんてつかむな、わかるか、身の丈に沿って生きていけ、イエーイ、ハートありがとう、えい、才能のないやつは何をやってもダメなんだよ、才能のないやつは何をやってもダメなんだよ、身の丈を受け入れろ、自分の運命を受け入れろ、ダメなやつはダメだ、ダメなりに生きろ、人生なんて楽しいことなんか一つもないよ、生まれたくて意味なんかねえんだよバカ野郎、死ぬ勇気もなければ生きる勇気もねえわ、イエーイエーゴミクズイヤホイエーケビー、言いたいことあんだったらガンガンとつかけてこい、ふわ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 最高だぜ、落ちるぞ、地獄がどこまであるのか落ちていこうぜ、みんな俺が見せてやるよ、地獄の底辺、最底辺をどんどん行こう、落ちるぞ、ニールダルンだ、次枠行くか、次枠行く、地獄まで落ちよう、地獄の底まで、えい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 、宴だよ、いやー、ここは地獄だ、ジャストミート当たる、ようこそ地獄へ、地獄へようこそ、次枠次枠次枠いっちゃう、えい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 、失った信用なんて取り戻さねえよ、どんどん裏切っていくぜ、どんどん裏切ってこうぜ、もう囲われる人生なんてうんざりだよ、うんざりだよ、囲われる人生なんてうんざりだよ、地獄に落ちるわ、イエーイイエーイ、いいね、死ね死ねコメントありがとう、死ね死ねコメントありがとう、みんなで死ね死ねで終わろうぜ、みんなで死ね死ねで終わろうぜ、死ね死ねだん、死ね死ねで、死ね死ね全員書いてくれ、和道死ねって書いてくれ、みんな和道死ねって書いてくれ、和道死ねって全員で書いて終わろうぜ、全員で死ねって書け、4を押せ4を押せ4を押せ、俺を殺すんだコメントで俺を殺せ、死ね死ねコメントでよろしく、4だ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 、4をかけ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 、4ボタン押せ4ボタン押せ、連打だ、全員で4にしよう、全員で死ね死ね、4押せ4押せ、ウェイウェイウェイ、苦しむぜ苦しむぜ、じゃあみんなお疲れ、トラン荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう